でもさ、やはり結果を残し続けなければいけないという部分ですかね。そうですね、まあ、今年ね、実質活躍しだって1年目ですからね、はい、もちろん油断はできないんですけども、まあ、本人いろいろと、まあ、慢心することなく向上心持って毎日取り組んでますからね、はい、まあ、そんな隙はないと思うんですよね、まあ、本人は相手が対策してきてもさらにその上を行けるように強気に攻めたいと、ね、その気持ちを語っていましたけれどもね。さあ、怖いホークス打線は今日はこのように組まれています。昨日に続いて、まあ、昨日復帰したばかりの明石が2試合連続のスタメンです。明石と今宮の 1,2 番コンビ、そしてね、柳田も目を覚ました昨日のゲームでした。3番センター柳田、4番はファースト内川、5番サード松田、6番にレフト中村、7番に指名打者長谷川、8番にキャッチャー、こちらも連続マスクとなっている鶴岡です。でラストバッター俊足ライトの福田となっています。さあ右の失礼左のバッターボックス1番明石が入ります。昨日は明石が開幕戦以来のスタメンとなって見事マルチヒットで工藤監督の起用に応えました。さあまずは2球ストレートで入ったという高梨です。そうですね、ある程度バッターがストレートを狙っててもしっかりストレートを投げ込んでいかないといけないピッチャーですからね。で変化球は見送りました明石、まあ、前回 の, その三振を取った、ね、11個の三振を取ったホークス戦でもやはり力強いストレートが軸となって変化球が面白いようにコースに決まったという部分ですけどもね、やはり強いストレートが軸でしたよね。そうですね、プラス前回の登板ソフトバンク戦では、非常にカーブが有効でしたよね。なるほど。2アンド2レフトへの打球、西川バックして中田に入ります。先頭明石はレフトフライでワンアウトです。近藤さん、はい、どうぞ。今竹山さんがおっしゃったカーブなんですけれども、高梨投手本人もですね、腕を振って投げられている、このカーブをカウントを取りに行く時でも勝負球でも使えるようになっているので、これが好調の要因ではないかと話しています。まあ、やはりカーブでストライク取れると一気にこう幅が広がるというね、まあ、どのピッチャー見ていても例えばさ、やはりその緩いボールのカーブをうまく使うピッチャーは成績も良さそうですね。そうですね、あの高梨投手はそんなに球種が多くないピッチャーなので、はい、一つ一つのボールの精度が低いとやっぱりね、しっかり狙われてしまいますよね。そういう意味でカーブの精度が非常にいいんでね、そのあたりはピッチングを手助けしていると思いますけども。バッターボックスは昨日はノーヒットに終わっている今宮です。今宮に対しては3球連続ストレート。ここで落としてきますが反応はしません。まあ、カーブですよね、まあ、このカーブある程度カウントが若い時にカウント取りの時はそんなに腕振らなくてもいいんですけど、追い込んでから投げる時はしっかりね腕を振りたいですよね。2-2ピッチストレートで押します。さあ高梨も勝負の後半戦です。ここで勝ち星を上げてこなければチームには貢献できませんが、ここは2つ目のアウトをしっかり取っています。中島のフィールディングツーダウン。さあでバッターボックス3番の柳田悠岐です。昨日は柳田はね、有原に対しては13打数ノーヒットで入って、はい、まあ、ゲームに入ったんですけどもね、気がつけばこのホームランも打ったという柳田でした。そうですね、毎回強い打球を打つたびに打席に入っていますと今日は試合前に語っていました柳田です。この柳田が打席に入っているときは大谷もね、昨日はしっかりと視線も送っていました。近藤さん、はい、どうぞ。この柳田選手に対してホークスの藤井コーチなんですが、昨日はフリーバッティングの時から、状態が良かった、はい、練習でやっていることが試合に出たと。ただ今日は微妙だったので、ヒットとフォアボールに期待したいと話しています。
なるほどね。今日も汗だくになって試合前練習を行っていた柳田です。インサイド外れて、おっとこれは嫌なカウントになりました。 3&1 です。まあ、2球ストレートが外れてカウントが悪くなっています。ストレート外れて2アウトからのフォアボール。まあ、カーブで1球ストライクは取りましたけれども、全てストレートは外れましたね。そうですね、やっぱり長打のあるバッターですから甘くなってはいけないという意識がインコース大胆にいけなかったですよね。やっぱり少しボールになりますよね。この表情です。高梨2アウトからのフォアボール。さあ、でバッターボックスは4番の内川を迎えます。内川は昨日は最後の打席でヒットを打って5打数の1安打で昨日のゲームは終えています。打点2位の内川。初球、これがフォークですか。はい、フォークで初球ストライクです。打率は現在4位の内川。2球で追い込んでいます。まあ、今日はあのボールのキレという点では、はい、まずまずではないですかね。ストレートは今のが145キロでした。柳田のスタートも警戒です。空振りの三振に切りました。高梨2アウトからフォアボールを与えましたが、最後は内川を三振に切っています。ホークス初回は0点に終わっています。今日は今シーズン2試合目の1番手の先発起用となっている指名打者大谷からというオーダーです。まあ、大谷は昨日まで見事和田から一発、今シーズン第12号、自らのシーズンのキャリアハイを更新する12本目の今シーズンのホームランでした。まあ、いつも通り左中間への一発でしたよね。はい、まあ、反対方向にコンタクトしただけのような、ね、振りなんですけども、はい、ちょっと飛んでいく打球の速さというかね、ちょっと他の選手とは違いますよね。さあ、その大谷が1番という攻撃的な、超攻撃的なオーダーで今日はホークスをやっつけようというファイターズです。まあ、前回中田投手が先発の時に、ね、はい、大谷投手が1番ということだったんですけども、やっぱり、ね、相手先発投手からすれば4番バッターをいきなり用意飲んで迎えるような感覚になりますから。そうですよね。こう自分の調子を照らし合わせながらというマウンドになるんですけども、普通はそうはいかないんですよね。一気にこう抑え込みにいかないといけないようなシチュエーションですから。さあ、千賀もこれは立ち上がり気を使うという状況になっています。はい、さあ、初球の入り、力強いストレート153キロです。外れています。近藤さん、はい、どうぞ。この大谷投手の起用、大谷選手の起用について試合前の栗山監督はですね、今日はさすがに使っちゃダメだろうとは話していたんですが、ただ打順は今日一番ベストなものを常に考えているということで、このような判断になったものと思います。一番大谷、今季2試合目ホークス戦でいずれも一番を打っています。千賀も、まあ、フォークボールが怖いんですけれども、やはりこのまずはストレートが軸という部分ですよね。そうですね、まあ、このストレートが速いからこそフォークボールも生きると、そういうピッチングスタイルですよね。ヒッティングカウント、ここで少し落としてきました。ストレート3球の後の今度はこれスライダーですね、縦スライダーですね、はい、縦のスライダーとフォークが中心となる成果です。インサイドを攻めてきます。まあ、相手投手の出鼻をくじくという意味ではもう一番、はい、まあ、持ってこいのバッターが一番にいますよね、今ファイターズは。さあ、千賀に対しては今シーズン1打数ノーヒット、三振に倒れている大谷です。外、見逃し三振、
千賀の力強いストレートにバット出ませんでした。大谷翔平です。先頭大谷倒れてバッターです。まあ最初ギリギリのところでしたけどね。そうですね、まあ、よく千賀投手が投げ切ったというところですね。大谷翔平倒れてワンダウン。バッターボックスは2番の西川です。西川も気がつけば打率がリーグのトップ10に入ってまいりました。2割8分5厘です。昨日は1安打センター前へのヒットを8回の第4打席で打っています。千賀は2ボールバントの構え、外いっぱい入ります。2年目の工藤監督です。ヒッティングカウント、まあ、このストレートをやはり早いカウントで、まあ、追い込まれる前に仕留めたいという基本的な作戦になってくるんですかね。もちろんそうですね、追い込んでからいい変化球もあるんですけども、はい、基本的には追い込まれるまでのストレートを、まあ、どうやって捉えるかですよね。まあ、相手大谷が先発している時なんかは他のチームがそういう風にね、はい、大谷を攻略しようとするんですが、なんとかファウルで逃げます。近藤さん、はい、どうぞ。それについては白石コーチもですね、はい、追い込まれる前に積極的に打っていくという話をしていたんですが、追い込まれてからは球数を投げさせて辛抱強くフォアボールを狙っていきたいと話していました。まさに今西川の状況です。追い込まれています。ストレートを4球続けてきているバッテリーです。ピッチ何とかずっとおっと送球高くなりましたが、記録は三振ということになりました。大谷西川連続三振に倒れてツーアウトです。今甘いフォークボールですけども、はい、バットに、まあ全く当たらなかったですね。まるでカーブのような軌道ですよね。まあ、フォークボールと縦に割れるスライダーという、まあ、落ちるボールが2種類あるという部分ですね。そうですね、まあ、ある程度ね、ストレートも速くてフォークボールの球速もありますからね、はい、まあ、非常にレベルの高い投手ですよね。バッターボックス3番の田中健介です。田中は昨日は3打数の1安打第2打席に先制のタイムリーヒットを打ちました田中です。しかしファイターズそのリードを保つことはできませんでした。打球の位には十分ご注意ください。田中は千賀とは今シーズン3度対戦して3打数の1安打。レフトへの打球、しかし中村のグラブの中に入ってスリーアウト。田中健介レフトフライでスリーアウト。千賀はワンツースリーで立ち上がっています。1回終えて両軍無得点です。ホークスはこの回は5番の松田から。初回は2アウトからフォアボールを与えましたが高梨0点で立ち上がっています。松田は
昨日も5番で先発して4打数1安打打点も上げています。サードへの打球はファウルになります。ワンアンドワン、見送ってボール。昨日は犠牲フライで打点を挙げたという松田です。日本人では最多の20ホーマーここまで打っている松田。バット止まっています。これでまた嫌なカウントになってしまいました。さあ先頭バッターですし、フォアボールを与えたくないという高梨。そうですね、まあ、ただスーッと簡単にストライクが取りに行けないんで、まあ、こういうところでカーブですよね、はい、その自分の中でどれだけカーブに信頼度があるかというのはこういうカウントで使えるかどうかってこう分かってきますよね。ストレートで空振りを取っています。三振ですね、三振に倒れています。松田は最後ストレートで失礼、これ3アンド1となっていましたけれどもね、三振だったんですね、これでね。さあでバッターボックスは6番の中村が入っています。インサイドストライク入っています。まあ、非常にいい中村選手、三振が少ないんですけども、ただ前回はですね高梨投手に非常に手玉に取られましたからね。今日はあのホークス打線の中でも絶対に打ってやろうという気持ちは強いではないですかね。中村ここまでは打率は2割7分9厘です。この3、はい、どうぞ。一方でですね、ホークスの藤井コーチなんですが、前回の高梨投手ストレートが浮き上がってくるような感じに見えたと、でそのストレートの高めに手を出していたので、そこはしっかりと見極めていくことと話しています。まあ、やはりストレートが質がいいと、まあ、本当にこう幅が広がると言いましょうか、他のボールも全て効くようになってくるという部分ですよね。はい、基本的にバッターは相手投手のストレートを打ちに来ますから、はい、そのストレートがなかなか捉えれないとなると他のボールもおろそかになりますよね。はい、うーん、3ボール2ストライク、これもフルカウントまでいってしまいます。ストレート中心で、この中村に対しては配球しているバッテリーです。レフトの前に落ちます。中村のチーム、これが初ヒットになりました。ワンアウトから中村出塁。最近5試合では2割1分4厘と少し当たりが止まっていた中村でしたが、最後はストレートを弾き返しています。近藤さん、はい、どうぞ。今の形なんですが、藤井コーチによると、その高梨投手に対して追い込まれてからですね、フルカウントを作ってかつ逆方向を狙っていく、そういったことも話していました。あ、フルカウントになってから逆方向というそのアプローチなんですけども、まあ、フルカウントになると高梨がある特定のボールを多く投げるというようなことなんですか。ある程度フルカウントになってもカーブ、フォークを投げれるピッチャーですから、はい、3-2 になって、ストレート一本で、まあ、引っ張りに行くような形になると、うん、やっぱり三振してしまいますからね、バッター。はい、なるほど。緩いカーブ、ストライク入りません。カウント整えられませんでした高梨です。さあ2ボール、バッターボックスは7番の長谷川。昨日は1安打1打点タイムリーヒット逆転した6回に打っています。このカーブも高めに行きます。さあこうなるとまたストレート
ということに。そうですね、3ボールですからね、カーブが2球外れています。ここは1球ストレート、まあ、少し高梨投手はセットポジションになると、はい、こう球威が落ちますので、まあ、この辺りがちょっと心配ですよね。ストレートも今のも139キロ、はい、ランナーがいない状態では145、6キロをマークしていましたが、ヒッティングカウントです。ストレート、これはセンターへの打球、伸びはありません。陽大館が中点、ツーアウト目を取ります。ここはストレートで押し込みました高梨です。今の打ち損じですよね、はい、これは高梨投手にとって大きいですね。まあ、あれだけカウントを悪くして、まあ、もう見え見えのストレートを投げたわけですよね、はい、もう少し強引に引っ張りに来るかなと思ったんですけども、はい、さあ高梨はなんだ2アウトまでこぎつけています。2アウトランナー1塁でバッターボックス8番の鶴岡です。鶴岡はこれで7試合連続スタメンマスクとなっています。カーブが外れてワンボール。ショートへの打球です。中島から田中健介に渡ってスリーアウト、1人残塁に割っています。2回の表高梨ヒットを浴びましたが0点に抑えています。0対0の札幌ドームです。久しぶりにこの間は西武ドームでオールスターブレイク後初のホームランを打って今シーズン第15号を打ったという中田翔でした。このホークスの千賀投手を攻略することでやっぱりストレート狙いになりますから、はい、やっぱりね一番期待してしまうのは中田選手になりますよね。これはバットの先でした。千賀がさばいています。中田翔ピッチャーゴロでワンダウン、まあ、そのストレートが来るのかと思いきや変化球である程度この変化球打ち損じるということはもう仕方ないと思ってまずストレートを打ちに行くことですよね。中田翔倒れてワンアウト、バッターボックスは4試合ヒットが出ていない陽大館です。さあただそれでも打率は3割1分をキープ、19打席ヒットが出ていない陽大館です。方向への打球はファウルボール。要は千賀とは今シーズン3打数ノーヒットです。ホームランは2桁の10本打っている陽大館。ボールが先行します。まあ、7月のファイターズが非常にね、好調だった時に、まあ、打線を牽引したのがこの陽選手なんですけども、全体的にみんな調子が良かったですから、はい、必ず年間好調の不調の波はあるわけで、みんながね、揃って不調に行くとちょっとねファイターズ打線の心配なところはあるんですよね。陽が19打席そして中島が16打席ノーヒットとなっています。2連敗中のファイターズです。ここは鶴岡よく止めています。
できません。今日は5番で起用されているようです。昨日は3番で4打数ノーヒット。空振り三振、ストレートです。陽選手はやっぱりストレートの打ち損じ、空振りがちょっと増えてきたんですよね。でこの千賀投手の対戦ですから、今日はちょっと厳しい戦いになるのかなという感じですけども、まあ、ストレートは150キロ台前半を常時記録している、力のあるストレートを投げる千賀です。先発8連勝中。さあバッターボックスは6番のレアードです。近藤さん、はい、どうぞ。8連勝中という言葉に対して白石コーチなんですが、はい、うちは土つけるのが好きだからとちょっと冗談交じりにですね、バンデンハークに土つけたのがうちだからと、そこにあやかって今日は勝っていきたいと話していました。まあね、そのバンデンハークもホークスでしたけどね。レアードバット待っています。まあ、そのバンデンハーク投手を攻略した時はやっぱりね、ホームランなんですよね。ですからそんなにこうヒットが続くイメージは湧かないんですよね、はい、ですからフォアボールやそういったランナーを出して長打の出るバッター、そういうところに期待したいですよね、ファイターズは。レアードは今日マクトー監督のもとに、まあ、オールスターに出場しましたのでね、まあ、オールスター出場した他の選手とともに工藤監督に挨拶に行っていたという、そんなシーンも試合前にはありました。ヒッティングカウントです。打ち上げましたがファウルボール。ご注意ください。レアードもオールスターブレイク明けはホームランは1本です。ただ昨日はレイサファテからセンターオーバーのシングルヒットを打っています。さあフルカウントです。空振りの三振、最後はボール球に手を出しました。レアード2者連続三振で千賀、この回もワンツースリーにファイターズを切っています。2回まで終わって両軍スコアレスです。福田からです。初球から来ました福田。福田は2試合ぶりの今日はスタメン、昨日は先発から外れて途中出場もありませんでした。まあ、最後は、守備で出てきたというね福田でした。高梨外しています。これでカウントは1アンド1。打者1巡目最後のバッターですが、ここまで許しているのは中村のヒット1本だけです。やっとこのカーブ入りました。まあ、このカーブが投球の軸ではないんですけども、緩急をつけるという意味でこのカーブを早めにねしっかり感覚をつかんでストライクを投げれるようにはしておきたいですね。見逃し三振。そのカーブで何か感覚を掴んだのかというね、最後は低めにストレート決まっています。あ、少し中には入りましたけどもね、福田は手が出せませんでした。まあ、状態が良くなってきて調子に乗ってきて打たれる一発はこれ高梨投手の場合は仕方ないと思うんで、はい、本当にそのストライク先行でどんどん調子に乗っていける、そういうリズムテンポでいきたいですね。
打者1巡を終えて三振は3つ取りました。バッターボックスは1番に戻って明石です。三遊間の当たり、中島一塁送球、取ってすぐ間に合いません。リードオフマン明石、ショートへの内野安打でワンアウトから出塁しています。1番バッター明石が出塁、ワンアウトランナー一塁となります。カーブを打っていきましたね。はい、あの明石選手が一軍に上がってきてからですね、ちょっとホークスね、はい、7月出てなかったんですけども、この明石選手が戻ってきたことで何かこうちょっと打線にね、ちょっと元気が出てきたような気がするんですよね。まあ、昨日 の、 あのリポートにもありましたけれども、やはり川島と明石が上がってきたんですけれども、やはりベンチの動き変わったというね、そんなリポートもありましたけれども、はい、そのホークスは試合に、レギュラーで出る明石選手や、またローテーションでいうとバンデンハーク投手など、今後夏場以降にですね、非常に戦力が整ってくるという好材料があったんですよね。一方のファイターズは今ベストの布陣で戦えてますから、はい、強いてあげるなら増井投手がいなかったり、近藤選手がラインナップにいなかったりというところですから、はい、ね、さあ今宮に対してはファーストピッチはボールです。ベンチスタートの川島です。ワンボール。ファーストランナーは明石です。明石は今シーズン1回走って1回盗塁を決めています。今日がまだ3試合目の先発ゲームの明石です。スタートを切っていましたがファウルボール。ランナーを動かしてきました工藤監督です。昨日と同じ明石と今宮の 1,2 番コンビです。外の変化球でしょうか、外れています。さあボールが先行しています。ヒッティングカウント、外れて3アンドワン。今日はフォアボールは柳田に許した一つだけではありますけれどもね、こうやってボール先行する機会は中梨も何とか見受けられます。今宮選手、はい、そんなに体は大きくありませんが、こういった、フルスイングできるカウントで捉えると悠々フェンスオーバーもありますからね、簡単にストライクは投げれないカウントですよね。はい、ヒッティングカウントです。ランナースタートを切っています。これは打ち上がりましたがファウルボール。昨日は市川が先発マスクで途中出場だった大野ですが、今日は大野が先発マスクです。近藤さん、はい、どうぞ。高梨投手本人の話なんですけれども、もちろん変化球もそうなんですけれども、球の速さについて話してましたね。下半身をずっと鍛えてきて、去年からは合わせて背中も鍛えてきたので、それが実ってきたように思っている、自信を持って投げられていると話しています。今年はストレートが自己最速150キロをマークするケースも何度も見られる高梨です。フルカウント、
球打たせました。ショートチャージしてきて中島、ここは一塁送球しかできません。これでツーアウトです。明石はセカンドに進んでいます。今宮ショートゴロに倒れてツーアウト。まあ、ここはね、ランエンドヒットという形でランナーをこう進める意味ではね、ゴロを打つということがマストでしたからね、はい。まあ、ここはもう今宮選手に仕事をされたというところですよね。ランナーを進められて得点圏です。ツーアウトランナー二塁でバッターボックス3番柳田。柳田が第1打席はフォアボールを選んでいます。出るボールは1球も来ませんでした。初球ボール、フォークボールから入っています。昨日はそのフォークボール、有原のフォークボールをバックスクリーンに持っていったという柳田でした。高梨投手がこの柳田選手と対戦することで、はい、そのインコースずっとボールだったんですね。1打席目は、はい、今のようにインコースをしっかりスイングさせて、まあ、開かすなりそういう作業をしていかないとなかなか変化球で、仕留めることできませんから、逆にインコースがずっとボールになっているとバッターはもう自分に対してはインコースボールだけだと、で外一点張りで外の甘めをやられるというケースも増えてきますから、インコースのストライク投げることも重要ですね。ワンアンドワン、インコース投げるんですが外れます。まあ、ただ気持ちは分かるんですよね。少し甘くなればもうフェンスオーバーですから、厳しくいこうという気持ちがこうやってボールになるんですよね。さあただミスは許されないバッターです。ヒッティングカウント、ストレート2球続けた高梨、今度もストレート強気でいきます。まあ、こうやって低めにしかもアウトサイドに決まっている限りは大きな事故はないという部分なんですか。まあ、ただ今、柳田選手からすればヒットを打てる、はい、ボールであったんですけども、多少変化球頭にあったんでしょうね。はい、さあカウントを整えました。3球続けてストレートを投じた高梨。なんとかフォークにバットを当てたんですがファーストゴロ。中田翔がキャンバスを踏んで3アウト。高梨ランナー許しましたがこの回も0点に抑えています。3回の表が終了した札幌ドームです。6人と対戦して4つの三振を奪うというね、はい、そんな内容になっています。まあ、高梨投手も、ね、非常によく投げてますけども、はい、今のところ持ち味をしっかり出せているのは千賀投手の方ですかね。さあこの回の切り込み隊長は7番の岡です。空振り、10ストライク追い込まれます。まあ、こうなるとバッターは考えることがいっぱいになってくるわけですね。そうですね、1球も投げてないストレート、はい、どんなストレート来るのかなという感じでしょうね。うん、鶴岡が今ブロックした際に投球を当ててしまいました。大丈夫でしょうか。このフォークボールを投げにくくさせるという意味では、はい、やっぱりまずランナーが出ないといけませんから、まあ、当然ああいった形でそらしますとね、ランナー進めるという状況です。ワンアンドツー追い込んでいます。千賀、高いバウンド、これは岡の足であればチャンスがあるが、おっと岡の足が今宮を焦らしました。記録はヒット、チーム初ヒットを岡が取っています。さあノーアウトのランナー出ました、ファイターズです。昨日は今宮こういったプレーを、ね、見事に決めたシーンがあったんですけれども、そうですね、
まあ、本当に岡選手の足がね少し手元を狂わせましたよね。長いバウンド猛チャージを見せた今宮でしたが取ってすぐの送球できませんでした。ゴールをつかめませんでした今宮です。まあ、もうグラブに入れる時間はないというねフィールディングでしたけれども、さあ今宮がさばけず、これでノーアウトランナー1塁。さあ下位打線でチャンスを拡大していきたいファイターズはバッターボックス8番の大野翔太です。岡は今シーズン盗塁は7個決めています。8分の7、成功率は 87.5%。 途中出場、今日の第1打席は送りバントでの構え。千賀は一塁送球、大野送りバント決めています。それでワンアウトランナー二塁、きっちりと得点圏にランナーを進めました大野です。さあでラストバッターの中島を迎えるというシーンになります。まあ、ここはね岡選手二塁に行きましたけども、フォークボールのワンバウンドがキャッチャー弾く可能性もありますので、すでにねそれで多少弾くくらいでもね三塁を狙う姿勢だけは見せておきたいですね。はい、まあ、準備をしておかなければいけないということですね。はい、まあ、もちろんそういったことは指示が出てるんで、はい、狙ってるとは思いますけどね。さワンアウトランナー二塁で中島拓也です。伝えしているように中島は16打席ノーヒットとミニスランプに入っています。ネクストバッター1番に戻って大谷です。ワンボールナッシング、ツーボールになります。さあランナーを今日初めて出して得点圏にランナーを置かれてのピッチングになっているセンター。ストレートが2球外れてツーボール。これは低めいっぱい。中島選手が打席の時は結構ねショートが三遊間寄りによるんですけども、はい、まあ、この岡選手のリードをケアしているのがショートの今宮選手、そしてセカンドの明石選手は離れ気味ですから、はい、まあ、三遊間のヒットゾーンは広くなってますよね。いつも中島がね、なんかいない時で打席に立ったらこれほど飽きませんもんね。はい、ヒッティングカウントです。ファウルボールでカウント2-2。ファウルボールにご注意ください。中島は昨日ファーボールを3つ選んで1打数ノーヒット。でこの 2-2 というカウントになって今度岡選手のケアをしているのがセカンドベースの明石選手ですよね。なるほど、まあ、これで三遊間が閉まったわけですね。はい、後ろ 1-2 塁間が空き出したと。2ストライクに追い込まれてからの中島は反対方向のバッティングに出します。
崩れてフルカウント。まあ、そのあたり鶴岡選手はリードを、まあ、引っ張ってくるカウントでは外外押っつけてくるようなカウントになった時は内というね、まあ、非常にバッターの裏をかいた配球をしてますよね。ただ中島選手はセカンドにランナーがいても思い切って引っ張るケースはあまりないんでね。フルカウントです。ワンアウトランナー2塁。サードへの当たりフェアです。松田がセカンドランナーを見てランニングスローで1塁送球。岡動けず2アウト。まあ、今もねカットしに行ってるんですけども、はい、最高の高さコースに決まるボールっていうのはカットもやっぱり難しいですよね。フェアに飛んでしまうんですね。はい。さあバッターこれで一巡してヒットは岡の内野安打だけ。さあで2巡目に入ってまた1番の大谷翔平、今度はランナーを得点圏に置いてのセカンドアットバットになります。第1打席は最後ストレートに見逃しの三振。落ちるボールにバットを出しています。大谷結構ホークスは思い切ったシフトを引いて、きますね。あのショートの今宮選手がほぼセカンドベース上というか、まあ、センターラインをしっかり締めてる、はい、でセカンド大きくね、1、2塁間締めるような形ですよね。まあ、三遊間はぽっかり空いている。非常にショートゴロが大谷選手の打球であればもう左中間を破っていくような形になりますね。これは最後外れます。まあ、それだけ大谷選手は傾向が、まあ、打球に出ているという部分なんですかね。そうですね。あの右ピッチャーに関してはやっぱりしっかり引っ張ってくるだろうと、はい、ただやっぱり今のフォークボール初球から振りしたフォークボールを、まあ、あの振らないようにするためにはやっぱり追っつけるしかないんで。変化球スライダーでしょうかね。ワンアウト2フォークボールですかね。フォークボールですね。はい、縦のスライダーとフォークボールを持っていますが、その球威はフォークボールの方が少し速いという変化です。ワンアンドツー。さあ大谷追い込まれています。ストレート反対方向鋭い打球はファウルです。打球の距離は十分ご注意ください。先ほどもこうやって追い込まれた後は外のストレートに手が出ずに、ね、見逃し三振というケースありましたが、まあ、あの結構ねやっぱり大きな体でインコースのさばきは難しいんじゃないかなと思うんですけども、結構ねこの長い腕を短く畳んでインコースもさばきますから、まあ、非常にバッティングも柔軟性がありますよね。はい、ワンアンド中高めを要求。鶴岡これは手を出しません。強いてあげるならば、あの縦変化に弱いというね、まあ、あの初球空振りしてしまったフォークボールですよね。ここ5試合では6割4分3厘と当たっている大谷です。ホークス戦でも4割3分8厘。ピッチ、これは当てれてフルカウント。試合はまだ序盤ですけども、
前回全然打てなかった高梨投手が相手先発ですから、まあ、やっぱり1点の重みを考えてね、ここは大胆にそんなストライクは来ないと思うんですよね。ファーストも空いてますしね、はい、さあ大谷翔平フルカウントを迎えます。ストレートを3球続けているバッテリーです。ツーアウトランナー2塁。落ちるボール、最後はバット空を切って三振。大谷翔平2打席連続三振に倒れて、この回も0点に終わっているファイターズです。序盤3回まで終わって0対0が続く札幌ドームです。打席近川は高梨の前に、最後はフォークボールに空振りの三振に倒れています。フォークボールから入ります。まあ、今年も、ね、不動の4番となっているホークスの内川ですけれども、やはり昨日最終打席でヒットを打って、やはり1本打つのと打たないのとでは違うんですかね。今日試合前に話をしたら、やはり本人は1本打つことによって今日のゲームも軽く入れるという話はしていましたが、今日は2打席立ってまだヒットはありません。まあ そういう意味では、昨日最後のイニングですよね、なんとかね、はい、ヒットを打たせずにファイターズはあの試合負けてもですね、そこは抑えたかったところですよ ですよね。ゲームの初戦というのはいろんなやらなきゃいけないことがあるんですよね。まあそのあたりまで内川は最後ヒットを打って、昨日ゲーム終わって今日のゲームに臨んでいるというところです。さて松田も第一打席は空振りの三振に倒れています。近藤さん、はい、どうぞ。ここまでの高梨投手について、吉井ピッチングコーチです、強いまっすぐを投げられているし、しっかりと攻められている、カーブがまだコントロールできていないけど、ここまでは問題なし、球数が増えているけど長いイニングを投げないといけないわけではないから、いけるところまで全力でいってほしい、頑張れと話しています。ね、まあ、いけるところまでいけという、まあ、今日は方針なんですね。はい、まあ、どんどん腕を振って、まあ球威が落ちてくればブルペンもいると控えているというところです。さあフォークボールで追い込みました。ワンアンドツー、んこれは打ち上がってレフトへの打球、西川がゆっくりと落下点にあります。松田倒れてツーダウン。毎回ランナーは背負っている高梨ですが、ここまではツーアップツーダウンです。すっきりワンツースリーというのがね、そろそろ欲しい高梨。バッターボックスはチーム初ヒットを第1打席に打った中村です。まあ、先ほど立山さんもおっしゃっていたように、中村はなかなか三振しないバッターという、ね、話でしたけれども、はい、本当にあのフォアボールの数が、三振よりも多いという数少ないバッターの一人ですよね。そうですね、ファイターズでいうと田中健介のようなタイプと、はい、いうことになりますけども、そんなバッターから前回高梨投手は3つ三振奪ってますからね。そのあたりが中村の強さ。まあ、高梨もその、ね、中村から三振を取ったということで自信にはしたいんですが、第1打席はレフト前に運ばれています。まあ、その時に中村選手がやられたのがカーブなんですよね。なるほど、カーブを2つ空振りして三振してますから、まあ、このカーブへのマークというのはきつくなってるでしょうね。
カーブを続けたバッテリーですが、今度はストレート、これは打ち上げています。レフト西川が落下点、スリーアウト。高梨今日初めてのワンツースリーを4回表に記録しています。0対0札幌ドームはスコアレスが続いています。岡の内野安打1本だけ。さあ2巡目に入りましたので、そろそろ策も見つけていきたいというファイターズです。今日はあの西川選手の出塁というのは大きな鍵を握ってますね。あ、というのはどうしてもやっぱり中軸になってくると、やっぱりフォークボールは増えると思うんですよね、ですからそのフォークボールカウントでスチールをやっぱり決める意味では西川選手の、ね、出塁というのは期待されるんですけどね。ただ今日はセカンドアットバットもセカンドゴロ、2打席ノーヒットです。まあ、足でかき回してなんとかまたこうセカンドリズムを崩したいんでね、はい、思惑なんですが、なんせランナーすらなかなか出せないという状況です。今日は盗塁と長打ですね、この辺りが、まあ、ファイターズが確率とすれば得点できる可能性はそこかなと。3番の田中健介、第1打席はスライダーを打ってレフトフライでした。まあ、田中健介も一時のトンネルからは抜け出た感は片山さん出てきましたか。そうですね、今は悪いなりになんとかヒットを1日1本打てるという感じですけども、まあ、本人もねそういったあの感触は出てきたようですけれども、やはり疲れが出てくると少し、まあ、意識しないところで体が開いてしまうという話はしていました。セカンドへの当たり、ここもしっかりと明石がさばいてツーアウトです。この回もツーアップツーダウン。千賀はここまで3イニング中2イニング1、2、3、この回もツーアップツーダウン、2人と対戦して2つのアウトを取っています。まあ、どちらかというとまっすぐでどんどん押してくるという感じではなく、バッターこれどうしても、ね、追い込まれるとフォークがありますから、勝負が早くなるところをうまく鶴岡選手が変化球でかわしているような、まあ、非常にいいリード、うまいリードを見せてますね。なるほどね、しっかりと千賀もそのリードに応えています。初球と思っているとこうやって初球パッとストライク、ストレートで来たりというところですね、うまく混ぜてきます。中田翔も第1打席はバットの先っぽにボールを当てまして、ピッチャーゴロ。あのアウトローに今2球来ましたけども、はい、あそこにボールをストレート集めると、そこから曲がる落ちる変化球にバッターは手を出さざるを得ないですからね。バット回っています。やはりストレートに対して遅れないで振っていこうというのが何か伝わってはくるんですけども、まあ、ただね、見極めはできるようなボールですけどね、今のところは ね、はい、ね。さあこれで追い込まれてしまった不利な中田翔です。さあここからは粘りたい。ワンアンドツー、ツーアウトでランナーありません。空振りの三振、スリーアウト。千賀はこの回は9球でワンツースリー、4回終わって0対0札幌ドームはスコアレスが続きます。
コアレスのまま5回の表に入る札幌ドームです。さあ高梨は5イニングスで、この回は7番の長谷川からというオーダーを変えます。長谷川は昨日は3打数の1安打、そのタイムリーヒットを打ったというシーンでしたけどね、まあ、中村を歩かせてこの長谷川との勝負を選んで、その長谷川がヒットタイムリーヒットを打ったという昨日のゲームでした。近藤さん、はい、その歩かせた試合について、栗山監督は昨日は本当に選択の多い試合だった、疲れた、有原に関しても信じて勝負に行ったと、そういうふうに振り返っていました、まあ、有原も8回、まあ、最後途中で、ね、投げ切ることはできなかったんですけれども、まあ、昨日はね、まあ、そういった意味ではいろいろな選択を迫られたというね、まあ、ただその一つ一つの選択が、まあ、こういったあの昨日みたいなあの、まあ、点差こそ最後は、ね、2点差開きましたけれども、まあ、本当に一つの采配が大きく、まあ、結果を分けてくるという、ね、そんな結果にもなりかねない部分ですよね。まあ、そうですね、やっぱり今年は栗山監督全体的にこう勝負が早めというか、昨日もね、あの代打の切り札をね、はい、矢野選手をもう7回で、はい、しかもランナー1塁のケースで使ったりですね、まあ、打つ手はしっかり打って勝負という、まあ、この打倒ホークスをねしっかり、まあ、シーズン前から掲げてそのね優勝という一つの目標を掲げている栗山監督です。まあ、そのためにはこのホークスをやっつけなければいけません。センターへの打球、これは陽大館の前、チームこれが2本目、3本目のヒットになりましたね。さあ先頭バッターが出ました。ホークスです、先頭バッターがヒットで出たのは今日これが初めてということになりました。近藤さん、はい、どうぞ。また栗山監督なんですが、野球の試合というのは意外と5回6回に勝負がつくことが多いんだと、だから、中継ぎからまた点が取れないこともないから、千賀が降りるまで我慢して勝負をしてほしいとも話していました、まあ、千賀は当然もう成績を見ても8勝0敗で負けてないわけですから、そうあの勝利を手渡してくれるような投手じゃない、厳しい試合になるというのはね、まあ、戦前から分かっている、その中でどうその千賀を攻略していくかというところなんですが、おっと危ない、これは浮いてファウルボールになりました。また鶴岡です、送りバントの構え、今結果的にインコースに行きましたけども、うん、はい、最近すごく少なくなったなと思って、このインコースのストレートを投げて、まあ、あの強いバントさせるという投球ですよね、バントだからといって正直にこうストライク投げる必要はありませんから、インコース目に投げて強いバントをさせて、はい、まあ、セカンドでアウトにすると、なるほどね、でインコース気味でバントをするとバッターはちょっと、ね、後ろ足引きますから、はい、一塁へのスタートも遅れるんですね。なるほど、ですからこうダブルプレーも必然的に生まれてくると、まあ、それはピッチャーの高等技術になってくるんでしょうね、はい、ただやっぱり普通に構えているバッターにインコース投げれるわけですから、バントを構えているからといって臆せずね、やっぱりインコースに投げることは大事と思いますね。さあまだバントの構えの鶴岡、ノーワンです。今度は引いていますがボールの判定、毎回のようにランナー許していましたが、先ほど4回だけは3人でピシャリという高梨でしたが、この回は先頭バッター出塁を許しています。まあ、栗山監督も言っていましたが、高梨も有原もやはり後半戦でどれだけ成績を伸ばせるかというのが彼らの野球人生でも大切になってくるという話はしていましたけどね、まあ、いわゆる1年間を通してというところですよね、キャンプから、ね、強いボールはコーチ陣の目に留まっていました。ノーアウトランナー一塁、
ファウルになっています。これで2ストライクになりました。鶴岡も悔しそうにバットを叩きましたが、さあこの後どうするかですよね。そうですね、鶴岡選手非常に打撃が好調なので、はい、意外にこういうケースから、甘くいくとヒットでつながれるということになりますので、さあワンハンドツーですが、バントの構えを続ける鶴岡です。3バントでいくようです。工藤監督も、決断です。ワンツーピッチ、フィッティングに変えてきました。パスターでいく、セカンド、これは田中健介、中島、中里渡って4奪三、パスター失敗、併殺。ここは気をついたというね、気をつこうというホークスの作戦ではありましたけどもね。いやこれは非常に大きな、もうノーアウト1塁で8番バッターということはもう絶対にね、セカンドに送ることが使命でしたから、はい、それができず、しかもダブルプレーと、まあ、これは大きく流れを変える、まあ、どちらにも今流れは行ってないんですけども、流れを引き寄せるプレーになりましたね。まあ、こうやってダブルプレーというのは一気にピッチャーが勇気づけられるね、そのプレーにもなります。さあ高梨はラストバッター福田と対戦です。福田は第1打席は最後はストレートに見逃しの三振。福田は今年は開幕1番でスタート、開幕から4試合連続で、ね、1番も任されましたけれども、ちょっとここに来て打率落ちています。追い込んでいる高梨、空振り三振に切りました。高梨結果3人で攻撃を終わらせています。5回の表を終了、0対0が続く札幌ドームです。内野安打1本に抑えられています。初球打ちはライトに上がっています。ライト福田が落下点、ワンダウン。初球打ちライトフライに割っている陽大館です。陽大館もこれで連続ノーヒットはこれで20打席ということになりました。まあ、ずっと調子が良かったですからね、まあ、ちょっと今不調になっているというのは、まあ、これ仕方ないかなというところですけどね。必ず波というのは、ね、はい、流れと同じで、まあ、今その悪い波、いわゆるスランプをどれだけ短くできるかというところですよね、はい。さあレアードです。レアードは先ほどはフォークボールに空振りの三振、不満そうにランアウトに戻っていったのが印象的でした。手作りのプラカード、ちょっと今日はレアードストライクゾーンに納得がいかないようですね。少しフラストレーション溜まっています。プラスハーフスイングですよね、はい、なるほどね。今日は球審ナコ、ファースト柳田、セカンド山地、そしてサードは村山の用意で行われています。レアードの打球、松田が落ち着いて処理、ツーダウンです。レアード2打数ノーヒット。
松田とよく話したと言っていたレアードです。レアードもここ、5試合では2割5分ホームランは1本打ってますけれども少しスローダウンしています。さあでバッターはチーム唯一のヒットを打っている岡です。岡は昨日ノーヒットに終わって今シーズン最長連続試合安打6がストップしています。追い込まれます。追い込まれている岡、150キロインドを集めています。まあ、今は完全に手が出なかったというかもう変化球に頭があったような見逃し方ですね。まあ、ボールになって助かったというところですね。あ、次もただこれストレートどうでしょうね。2アンド2です。追い込まれています。ストレートに空振りの三振。千賀は5イニング投げてこれで4度目のワンツースリー。5回まで終わった札幌ドームは両軍無得点です。これから6回の攻防に入ります。ホークスは3巡目で1番の明石からということになります。1巡目はヒット1本に終わりそして2巡目はヒット2本打ったというホークスです。3巡目の先頭バッター明石が4本目のヒットになりました。明石はこれで1軍復帰、まあ、怪我から復帰して2試合連続スタメンの2試合連続マルチヒットということになりました。さあノーアウトランナー一塁、ノーアウトのランナーはこれで2イニング続けてということになりました。さあでバッターは2番の今宮です。さあここも送ってくるんですね。今宮送りバントの構え。今のもその高めのボールで今たまたま行っただけですけども、たまたま、はい、たまたまですか。まあ、バッターはやっぱりね、前傾姿勢を取ってますから、もう自分の方に向かってくるボールが非常に怖いですよね。ですからこう思わずバットを出してしまうということがあるんですけどね。まあ、ワンボールとなってオードがサインを送ります。担当して高梨は早くフィールディングしたんですけれども送球は1塁にしかできません。これでワンアウトランナー2塁です。今度は送りバント成功。さあ得点圏にランナー進めて柳田内川という怖いバッターを迎えます。さあランナー2塁でバッター3番の柳田ファーボールと今日はファーストゴロ。昨日は一発を放っているこの柳田ですけれども、一時は打率3割台も回復したんですがまた2割9分台となっている柳田。初球が出ます。
柳田に対しては1、2打席ともにこうボール先行になってしまいましたね、まあ、あの結果的にはフォアボールと打ち取ってはいるんですけれども慎重になっているという形です、はい、しっかり、ね、フォークボールを見逃すことで、はい、柳田選手こう次はまっすぐ来ると、まあ、意外にこう山を張っているような待ち方しますんでここは、ね、やっぱりカーブが、ね、まだ2打席で1球しか使ってませんから、はい、そういったのを織り交ぜながらですね狙い球を絞られないようにインサイド、まあ、先ほども言っていましたがこのインサイドが外れるので、これでストライク稼げません。そうなんですね、ですから柳田選手が打席を重ねるごとにもうどんどんインコースはボールと、まあ、そういう思いが強くなってくると、まあ、絞られやすいかなと。高梨、柳田に対して2ボール、おっとよデッドボールになった。これはヒットバイピッチ、柳田も思わずここは背中のちょうど脊髄付近でねダメージもあるかというところ、まあインコースを攻めた結果ではあるんですけれどもね、立山さん甘くなってはいけないという投手心理が多少ね手元を狂わすというか、さあ高梨もまあここはね気持ちを強くこの後も行くしかありません。ここで吉井コーチが一度間を置きにマウンドに向かいます。まあ柳田はね今シーズンデッドボールも数多く受けてますけれども、当然ね内角攻めというのはもう慣れてはいる柳田ではありますけれども、強力なホークス打線ですから、はい、このピッチャーはね一つデッドボールを当てると次なかなか厳しくインコースを攻めづらいんですけども、はい、そうなってしまうとホークス打線に捕まると。柳田が今シーズン6つ目のデッドボールで出塁でランナー1塁2塁、そしてバッターは4番の内川です。まあどうですかピッチャー心理としては一度、まあ、インコース攻めて当ててしまった、その後はインコースまた普通にいけるもんなんですか。やはり厳しくは行きにくいもんですね、外に構える大野初球スライクです、まあ、そこを厳しくいける投手がやっぱりね勝つ投手であって、はい、まあ、高梨投手もやっぱりそういうピッチもしないといけないですよね。空を切ってツーストライク、藤川も思わず、押しかべましたが、まあ、ちょっと今日はね内川選手はこの、フォークボールに手を出していると、ただ内川選手の時に限って、いいフォークボールがいってるんですよね。低めにねワンパンする、はい、そんないいストレートにその後のフォークになっています。さあ2球で追い込んでいます。ここは高梨気持ちの強さも試されるシーンです。ここは大野しっかりブロック、ファーストランナー明石、失礼ファーストランナー柳田でセカンドランナー明石です。得点圏打率は3割飛んで4人、追い込んでいる高梨、バッチュー、バットに当てて右方向、セカンドランナー明石はサードストップ。まあ、内川は2ストライク追い込んでもあの右方向にいとも簡単にシングルヒットを打ってしまうというね。そうですね、まあ、この辺りはですね、
1、2打席目であのインコースを使ってないツケが回ってきたような感じなんですよね。そうなんですか。でフォークボールで打ち取ってるだけに、はい、なおさら、ね、内川選手はこのフォークボールはマークしますよね。そのフォークボールを右方向に持っていきました内川です。さあ内川も今日初ヒットでこの回2本目のヒットが出ました。塁が埋まってまだワンアウト満塁、バッターボックス松田を迎えます。さあ0対0で迎えている6回の表、ホークスが今日一番のチャンスを作っています。初球フォークボール、松田これをしっかりと見送りました。まあ、このケースショートセカンドはダブルプレーシフトですよね。セカンドでダブルプレーを狙うシフト。フォークボール外れてワンボールナッシング。これもオードがしっかり止めます。白にそれから1点というシーン。さあただ2ボールとまた2つボールが先行、苦しいですね。まあ、振ってくると思って投球しないといけないですけども、まあ、ボール球で、ね、勝負に行くと見逃されると3ボールにはしたくないと、非常にここはもうピッチャーの能力が試されるカウントですよね。さあストライクが必要、高梨2ボールのスイング。このケースで松田選手はもうインコースはゼロと思ってますから、でましてやこのカウントで大野選手もインコースはもう出せませんからね。アウトコースにもうとにかく低く投げることですよね。ストレートは松田に対しては1球も投じていません。これもフォークボール、ファウルボールです。まあ、今はしっかり、ね、高梨投手投げ切りましたよね。バッター有利なカウント、こうなってくるとバッターもこのカウントで変化球が来るのかと、まあ、多少ですねストレート1本という感じではいけなくなるんで、ストレートを弾き返すレフト前、マジヒットに帰ってきて柳田はサードストップになりました。松田の先制タイムリーヒット、今シーズン56打点目。今日はホークスが先制しています。ここで栗山監督が出ていきます。ここでピッチャー交代ですか。6回途中です。ダメージコントロール、まあ、栗山監督も、まあ、まだ1点しか失ってませんけれども、ファイブル決断になりましたね。そうですね、まあ、本当に先ほども言いましたけど、今年の栗山監督は早め早め の、まあ、あの動きですよね、勝負ですよね。今日は立山さんのポイントはこの、ね、高梨のランナーを出した時の、まあ、いわゆるピッチングという内容でしたけども、どうですか、まあ、毎回のようにランナー背負う内容でしたよね今日は。そうですね、1点しか取られてないんですけども、まあ、それ以上に苦しんでいるようには見えましたよね。さあということで高梨に代わって2人目は、石井がマウンドに上がっています。石井優也がマウンドに上がりました。まあ、先日昇格してきて今日が2試合目の登板です。ライオンズとのシリーズで昇格してきて札幌ドームでは今季これが初登板ということになります。この12年目のサイレント系石井優也です。
前回登板はそのライオンズ戦で、1回を投げて0点で抑えています。打者3人で抑えるワンツースリーのホールドも、1つ獲得したというゲームでした。石井も出遅れましたけれども、先日はまあいいボール投げてたという印象もありましたけどね。そうですね、こういう場面でも、はい、しっかりね自分の狙ったところに投げれるピッチャーですよね。去年は石井はファイターズ移籍後最多となる51試合、最多タイなんですけどね、51試合投げて防御率の 2.06 でした。石井が2人目で引き試役で送られました。でバッターボックスは中村です。石井とは過去3年では4打数の1安打ヒットを打っています。初球打ち、セカンド田中健介、一塁送球は間に合いません。その間に2点目が入りました。警察崩れの間に2点目、柳田がホームインしています。積極的に初球スライダー打ってきましたね。そうですね、もうある程度この打席で引っ張ってやろうというような打席でしたね。アウトカウントは増えましたが、ツーアウトランナー一塁三塁とまだランナー得点圏に背負っています。石井高梨の失点ということになります。もうファイターズが許していい、ビハインドの点差2点までです。もうここを、ね、しっかり切って、終盤戦ですよね、はい、バッターは長谷川優也。ファイターズ戦では今シーズン2割9分8厘打っている長谷川です。長谷川は石井とは1回だけ対戦しているんですが、ヒットを打っています。ファウルボール。ストレートは140キロほどの石井です。先制のタイムリーヒットを打っている松田。優勝をかけてマウンドに上がった高梨ですが、リードを許しています。ワンアンドツーファウルボール。2年目の工藤監督です。目指すは3連覇、ホークス3連覇を目指すシーズンです。ホークスも怪我人なども出ながらね、しっかりと貯金を増やしていったというここまでの戦いぶりです。ストレート中心で攻めています。
あの長谷川選手が、ね、追っつけるような打撃をしているだけに、はい、あのスライダーに行きにくいんですよね。その変化球行きましたがファウルで行きます。さあまだ2点差です。ホークスは追加点のチャンス。7球目になります。これもファウルでできます。ワンアンドツー、8球目。これはファウルになりました。粘ります。まあしかしホークスをね、あの見ていても声出てますよね、立山さん。そうですね、ホークスはもうウォーミングアップの時からね、声が出てますからね。本当にあの一瞬何が起こったんだというくらい声がバッと出ましてね、はい、まあ、そのね、試合前のアップも勢いがね、ホークスです。長谷川に対しては9球目、ワンアンドツー、見逃し三振。最後はサイレントプレー、球数をしましたが長谷川を見逃しの三振に切っています。しかしこの回2点も奪って銀行を破れて2対0となった札幌ドームです。あのファイターズは 1,2 点の段階で取られていることはある程度ね、はい、織り込みすると思うんですけども、ただ誤算は千賀投手に65球しか投げさせてないんですよね。今の段階でもうすでに8者連続アウトに取っています。そして9者連続アウトに取っているということになります。2イニング連続のワンツースリー、6イニング目になります。初球打ち用の高いバウンド、今宮の肩、一塁送球、間に合っています。ナイスプレイ。大野ショートゴロでワンアウトです。まあ、攻撃的にまたね行きたいというところで初球ストレートでやってきますね。そうですね、あのやっぱり追い込まれるとということでね、まあ、全員の勝負早いんですけども、負けてないピッチャーですからね、まあ、それなりにやっぱり理由はあるわけで、まあ、狙われてても抑えれる能力がありますよね。さあラストバッターの中島です。これでやっと打者2巡目の最後ということになります。9番バッターの中島、ホークスはヒット6本、ファイターズはわずか1本です。インサイド厳しいところ、ストライク1アウトで、先ほどの高梨が、まあ、柳田に投げていたボールはね、ほどほどと外れてましたが、まあ、これがストライク入ると中島も困るということですね。振らざるを得ないですからね。ストレート3球続いています。変化球で最後は空振り三振、中島も倒れて2アップ2ダウンです。スライダーにバット2を切っています。いやー、こう何か雰囲気も戦がだいぶこう出てきたと言いましょうかね。まだ23歳ですよね、立山さん。そうですね、
ホークスには、ね、佐藤投手コーチがいらっしゃいますけども、はい、こういうどういったらいいんですかね、まあ、器の大きい投手をしっかり育て上げるというね。昨年は先発は3試合で2勝1敗でした。で、まあ、リリーバーとしてクライマックスシリーズなどは、ね、大活躍を見せた千賀、今年は最初からスターターとして先発ピッチャーとしてローテーションを回っています。今日が17試合目の先発ゲームです。さあ大谷翔平も3度目のアットバットで2打席連続三振を喫しています。ストレートのスライダーが外れて2ボール。3ボールになります。バッテリーはここは一発警戒のようなこれ配球になるんでしょう。大谷選手と対戦するときは、まあ、アウトコースもインコースも、もうホームランの割合はもう一緒なんですよね。なるほど。ですからホームランダメな場面でも、まあ、ある程度インコースはね使いながらという配球になると思いますね。鶴岡3ボールからインサイド構えます。外れてストレートのフォアボールになります。さあ今日まだこれで2人目のランナーということになります。3回の裏以来のランナーです。さあ2アウトから大谷が出てバッターボックスに西川を迎えます。8部台まで回復して、では試合開始前は打率トップ10にも入ってきたという西川です。ここまで18試合連続出塁中ですが、今日はまだ出塁がありません。初球外れています。8勝0敗負けなし。今日もここまでは順調に来ています。センター、2ボール、大谷と同じようにちょっとこう、まあ、ボールが先行というね、この西川の打席にもなっている千賀です。ここで内川が一言声をかけています。こちらが佐藤コーチですけれども、本当にこうで育成ドラフトから育て上げてくれるホークスです。今年プロ5年目の千賀、これはアウトロー。今のはね、手を出すべきボールではないですよね。ヒッティングカウントになります。コーススライダー入っています。さあこれで通知カウントを整えました。線が今は狙ったとことは逆インコースに行ったんですけども、昨日の和田投手もそうでしたけども、狙ったとこと違う球、まあ、逆球ですよね、はい、逆球がいいとこに来るんですよね。それは月みたいなもんですか。これは何か説明できないんですけども、やっぱりね、打たれる投手は逆球というかミスをしたボールが甘く入るんですよね。
アウトローに来ていましたが西川ここはカットで逃げます。コースを確認していた西川ですけれども、ね、まあ、画面を見る限りはワーストライクとボール際どいコースでした。2アウトランナー1塁です。サウルボール、ファウルボールにご注意ください。今日は夏休み最初の週末ということでたくさんのお客さんが詰めかけている土曜日のナイトゲームになっている札幌ドームです。これもファウルで逃げます。こうやって球数を投げさせるだけでも、まあ、またあのこの後で、まあ、動きがありそうですもんね。もちろん違いますね。西川7球粘っています。8球目になります。これはバット回っていました。空振りの三振、久しぶりのランナー出ましたが返せません。6回まで終わっています。2対0ホークスのリード変わりません。さあ谷本も、まあ、今シーズンもねフル稼働ですけれども、今シーズンここまでの谷本はだいぶあの状態上がってきましたかね。はい、本人はね調子良くないですと言っていたんですけども、はい、このところね2試合ほどは非常に制球も安定してますね。さあその谷本登場となっています。まあ、谷本の制球がいいというレベルはやっぱりねあのピンポイントでそこに投げれるというレベルですから、はい、そういったことは結構ねあのここ2回ほどの登板ではできていたなと。2試合連続でホールドシチュエーションで出てきてホールドを上げています。ここまで19ホールド上げている谷本です。さあ今季36試合目の登板です。鶴岡は先ほどバントの構えを見せて2アウトからヒッティングに行って併殺、バスター失敗に終わっています。2球で追い込みました。7月の26日のライオンズ戦以来の登板です。ファウルボール。今日で7試合連続マスク、今季47試合目の先発マスクとなっている鶴岡。鶴岡はこのバッティングフォームもそうですけども、何かこう、くせ者かって言いましょうかね、立山さん、何かをやってくるんじゃないかという、何か不気味さはあるんですけどもね。そうですね、あのバッティング練習見てると、非常にこうボールの角度のつけ方が上手になったなと思って見てたんですけども、そうですか、はい、ちょっとね、スライダーなどが甘めにいくと、長打ありますよね。ショートを深いところ、ヒットにしていきました。谷本先頭バッター8番の鶴岡にヒットを入れしています。今日も
バッティング練習ではね声を上げながら遠くに打球を飛ばそうとスタンドにも入れていました鶴岡です。今のは低くいった分ね、シングルヒットで収まりましたけどね、最後フォークボール拾われました、はい。さあノーアウトのランナー鶴岡が出てラストバッターの福田という場面です。福田は今日高梨の前に2三振、もうここはもしバントであれば谷本投手はやらせてセカンドですよね、セカンドでアウトにすると。1球目でしっかりバント転がしました谷本、1塁送球バント成功です。福田の送りバント決まってワンアウトランナー2塁となります。マクロ監督もノーアウトのランナー出ると、まあ、こう確実に送ってくるというね、まあ、1点1点確実に取っていこうという姿が伺えます。まあ、この展開での1点は非常に大きな意味あるんで、送ってくるなという予想は大体つくんですけども、昨日はね2対0とビハインドでもまず1点という ね、はい、そうでしたよね、そういうバントもありますし、さあ4巡目に入ってトップに戻ってまいりました明石です。2試合連続のマルチヒットの明石、旭川出身の明石です。札幌ドームでは満塁ホームランも打ったことがあります。谷本もこれでカウントを戻します。谷本もね、インタビューしてもやはり尊敬するピッチャーは武田久志さんですという話をするんですけども、その武田がねブルペンに加わった中で、あ、谷本も尊敬する先輩の前でいいピッチングを見せたいところです。ファウルボール、まあ、本当にそういう姿を谷本投手は見てますから、まあ、マウンドの上でのこう佇まいも何か武田久志選手と同じようなね、まあ、非常に落ち着いて、ただ投手は非常にこう内側で燃やしているというね、そういう感じですよね。登録ではその武田久志よりも3センチ身長が低い167センチという谷本です。ワンアンドツー、インコースを攻めていきます。本田さん、はい、どうぞ。やはりその武田久志投手と谷本投手、今回の札幌で久しぶりにご飯に行った、いやそうなんですね。まあ、宮西投手もね、武田の昇格については本当に自分のことだけを考えてやってもらいたいです、まあ、静かなエールと言いましょうかね、言っていました。さあ谷本は追い込んでいます。ワンアンドツー、外れます。では上がりません。まあ、本当に小さい体を目いっぱい使って、まあやっぱりね、背が小さいんでね、どうしても縦の角度というのはもう出せませんから、胴上がいても、そこをね、やっぱり球持ちよく本当に目いっぱい下半身をね使って投げてきますから、まあ、武田久志投手は非常に膝の故障に苦しんでますけども、まあ、そういったところもねやっぱり金属疲労で出てきますよね。まあ、谷本も試合開始前の、まあ、いわゆる練習開始前に自らの、ね、ランニングをこのドームなどでは行っています。下半身強化には余念がありません。
2-2 ピッチです。これもわずかに外れています。ボーダーラインピッチ、ストライクもらえません。さあこれでフルカウントになりました。ワンアウトランナー二塁です。ストレートを4球続けている谷本、今度はフォークボール、バットは回っていません。ヒットとフォアボールでランナー一塁二塁。谷本も今、フルカウントから勝負に行ったんですけどね。そうですね、バット止まりましたか。微妙に勝負に行っているボールが微妙にボールになる、ここは、ね、よく明石選手が、見たというところもありますよね。ワンアウトでランナー一塁二塁、ただこれで併殺は取りやすくなったという状況にはなっています。でバッターボックスは右バッターの今宮、今日はショートゴロ2つと犠打、ただパンチ力はある今宮です。どっちのボールでゴロを打たせるのかというところですね。小さい変化も投げれる投手ですから、カットボールで引っ掛けさせるのか、それともツーシームで詰まらせるのか、今の入り方を見ていると、振ってきそうなカウントでツーシームというゴロの打たせ方かなと。初球はカーブが外れています。これは大きく外れてしまいます。ツーボール、ただこのカウントにしてしまうとちょっと苦しくなるんですよね。今2球投げたカーブ、どちらかでストライクを取りたかったと。2ボールになりますとバッターもそう簡単には手を出してこなくなりますよね。甘いゾーンだけを待ちますから、高島と、田中健介が、何事に一言声をかけていきました。ボールナッシング打ち上げました。これはどうでしょうか、際どいところですが、ショートいやいやレッドで危ないが大丈夫か、取っていますが西川が最後取りましたね。西川と中島接触、西川も大丈夫、中島が転倒しましたが、中島も表情を見る限りは怪我はなさそうです。ただ3人が追いかけていってヒヤッとするシーンでした。そうですね、この形の接触の怪我は非常に多いですから、西川がよくフォローしていたんですね。中島も取りに行って取れないところを、そうですね、西川選手よくフォローしましたね。フォローしましたね。これは大きいアウトになりました。体を張っていきます。危ない危ない、内ももあたりを、中島選手の、蹴られたというか、西川選手も守備範囲は広いんでね、全速力でその落下点に向かっていきましたけれども、同じように中島もショートの位置から落下点に向かって全速で行きましたが、大事には至りませんでした。さあ2アウト目も取っています。さあで4番長距離ヒッター柳田悠岐です。今日はデッドボールを先ほど受けて、まだヒットは出ていませんが2度出塁しています。ではあります。
サイのカットボールでまずは空振りを取っています。これで2球で追い込んでいます。もうここはあの、はい、長距離砲の柳田選手ですけど もう外野手は、ね、もうこの1点与えれませんから守備位置はもう前に来てますよね。そうですね。セカンドランナーは鶴岡です。途中釣り球は手を出してきません。谷本もいきなり出てきて先頭バッターにヒットを浴びて一丁まで来ましたが2アウトまでは来ています。オークス2点のリード2アウトです。外れます。非常にいいボールなんですけども今日はねあそこのボールがちょっとだけボールになるんですよね、谷本投手は、いわゆるボーダーラインピッチですけども、ね、境界線ギリギリのところわずかに外れています。ストレート3球柳田に対して続けています。集中ピッチ空振り三振。最後は落としてバット空を切らしました谷本です。ピンチ招きましたがなんとか0点で切り抜けています。さあそれではファイターズ参加をお聞きいただきましょう。はい、さあ7回の裏ラッキーセブンのファイターズの攻撃は3番田中健介からクリーンアップです。田中中田陽今日は久しぶりに3番に起用されている田中です。7月の24日以来の3番起用。田中は今日はレフトフライとセカンドゴロノーヒットです。週末にホークス戦が続くという話はしていますけれども、まあ、昨日はファイターズが和田で今日が千賀で明日は岩崎ということになりますけれども、ね、まあ、次の週末もこれ同じピッチャーと回るという、まあ、基本的にはそうなるわけですよね。そうですね、ですから何かね、こうあの千賀投手に対して嫌なイメージは植え付けたいんですが、はい、今のところそれはもう全く逆になってしまってますよね。ここまでヒットはわずか1本、フォアボールが大谷が選んでいる一つがあるだけ、2人のランナーしかここまでは出せていません。さあただ田中に対してはストライク入ります。さあただこれ先頭バッターフォアボールとなりますとね、期待はぐっと高まってくるんですが、ヒッティングカウントです。セカンドへの打球、明石がさばき出す。田中健介セカンドゴロに倒れて今日は3打席ノーヒットになっています。ヒッティングカウントからのストレート150キロ、まあ、今若干後ろに来たんですけども、あまり、3-1 などのカウントから、ね、強引に引っ張らないんですよね、はい、ですから外目の方がチャンスはあったんですけども、インコースに来た分詰まったかなと。先頭の3番田中倒れて4番の中田翔です。今日はピッチャーゴロとフォークに空振りの三振の2打数ノーヒット。
スライダーでしょうかね、バット君を切っています。ここ5試合で打率は1割4分3厘、打率の方も2割4分を切りそうな状況になっています中田翔。2球で追い込まれています。今日はあの鶴岡選手ですね、あのリードが中田選手の時はあの打ってくる時に落として見逃してくる時にストレートをズバッといくような、まあ、裏裏になっているんでちょっと中田選手は迷いますよね。千賀は次が90球7回の裏です。これはどうだ、ライナーでエレス、フェンス着陸か、セカンドはどうだ、おっと諦めて一塁戻りました。中田翔は鋭い打球もロングシングル、ワンアウトからチーム2本目のヒットが出ました。ライナーで突き刺さるかという打球ではありましたけどもね、まあ、あのフォークボールが高く浮いてくれましたね、はい、まあ、低くいってれば、まあ、結果は違ったと思うんですけども、まあ、この辺りね、はい、あのフォークボールも浮いてきてますし、まあ、この辺りは少し千賀にも少し隙は出てきたということですか。そうですね、まあ、まだあの余力がある球数ではありますが、まあ、1回のフォークボールの切れとは違うと思いますね。ワンアウトランナー1塁、さあ4番が出てこの後ヨウそしてレアードと続きます。球数90球に到達。さあ陽大館もスマートのデッドボールで一塁二塁、柳田が当てられた後のような形がちょっと、まあね、この辺りは1位2位対決、まあ、これはもちろん陽選手痛いデッドボールですけど、痛いのはホークスベンチの方ですね。あ、なるほど、1塁2塁と、ね、まあ、これでランナーは増えましたし、インコース攻めの行き過ぎてのデッドボールと、ね、まあ、特に、あの高梨投手もそうですし千賀投手も球が速いですから、はい、避けれないんですよね。インコースを攻めた結果のヒットバイピッチ両軍ともにインサイド厳しくいっています。さあ陽大館がなんとかダメージはないようです。影響はあるんでしょうけれどもね、プレーにはなんとか影響のないレベル。これでランナー1塁2塁となります。今影響のお尻をポッと叩いてそのからの、さあでレアード一発飛び出せば立山さんゲームひっくり返るという場面ですね。そうですね、まあ、今日は本当にあの長打出てませんから、はい、まあ、本当に点が入るとすれば長打と思うんですよね、はい、さあレアードは今日ご覧のようにヒットは出ていません。近藤さん、はい、どうぞ。ただレアード選手今のバッティングに関しては打ち損じの多いものの決して悪くはないと言い切っています。なるほどね。7月に入ってホームランは4本打っています。初球変化球手を出しません。甘かったですけどね、まあ投げてるフォークボールがちょっと浮いてるんですよね。となるとそこは狙い目になってくるんですか。まあ、狙い目というか、そのストレートを打ちに行っても、まあ、なんとか対応できる、まあ、中田選手が打ったように、まあ、そういうボールになってますから。なるほど、失投がちらほら見え出してきた線がノーワン。まあ、少し疲れは見えているのかもわからないですね。あのストレートも全体的に抜けてきていると、はい、これがちょっと抜ける分にはバッターが、ね、絶好球になるんですよね。ただ今大きく抜けているんで、はい、まあ、バッターとしては多少絞りづらいというか
スイング しづらいですよね。荒れているというイメージですか。そうですね、はい、そう、前回ワンアンドワンです。これも思ったところには制球できていません。まあ、このレアの選手との対戦では1球も、ね、思ったところには投げれてないですね。全体的に抜けて甘くなってますから、まあ、それを仕留めれるかどうかですね。前回登板は91球でマウンドを降りている千賀です。レアードはヒッティングカウント出来上がりました。これはフェアゾーンに飛んでいる内川取ってレアードタッチアウト。結果これで2アウト2塁3塁、ランナーは2人得点圏には進んでいます。レアードは最後打ったのはフォークボールですね。フォークボールですね、変化球でした。パワーボックスは7番の岡博美です。チーム初ヒットを3回の裏にこの千賀から打っています。岡博美ツーアウトランナー二塁三塁で回ってきました。今日3度目のアウトバッターです。勝負になります。2対2の同点。いやー、ファイターズの7月の快進撃を支えてきた岡のタイムリーと出ましたね。そうですね、まあ今のもね、外狙ったボールが抜けて真ん中、はい、まあ、むしろインコースくらいですよね。まあ、ちょっと全体的に抜けてますから、もうここは一気に行きたいですよね。岡も初球のストレート思い切って引っ張っていきました。飛びついていった松田のグラブの横を抜けていきまして2点タイムリーシングル。岡も延長ガッツポーズです。バッテリーからすればちょっとね、超積極的なバッターに対して正直すぎたかなと。さあ、ね、バッターボックスは8番の大野です。ツーアウトから出た岡の同点タイムリー。まあ、ただ昨日はホークスはこういった時に同点で終わらずに、ね、しっかり畳みかけてきましたよね。そうですね、ファイターズも2アウトのランナーしっかりとまた攻めていきたいところです。岡のスタートというのはこの状況はいかがですか。もちろん、チャンスがあればというところですよね。7つ盗塁を決めている岡です。初球外れています。依然抜けてますね、はい、ちょっと修正が効いてないような状況ですから。ワンボール
転生のターンもそんなに速くないので、スピードも大きく取れると、そのあたりでね、クイックも、遅くはありませんから、いいスタート切るという条件付きですけどね、はい、岡もスタートのチャンスを伺っています。ワンボールナッシング、ここでスタートを切ってきました。打っている大野は足で稼げるか、ピッチャーゴロー。しかし7回の裏、岡の2点タイムリーで試合は振り出しに戻って2対2の同点です。7回の裏、ラッキーセブンのファイターズは岡の2点タイムリーで2対2の同点に追いついています。いや、岡の今シーズンこれが9打点目と10打点目になったわけですけどもね、はい、積極的にいきましたね。そうですね、高級ヒッターですよね、甘いボールが来ればと。高梨の負けも消え、今日1番で起用の大谷もね、自分のことのように岡のタイムリーヒットをベンチから喜んでいました。さあ、ここから仕切り直しの、ね、終盤ということになりますけれどもね、はい、千賀もダグアウトに帰ってうなだれる、そんな仕草を見せていました。さあ、でこの回は宮西直輝登場です。宮西は今シーズン36試合目の登板となっています。連続無失点登板は29試合でストップということになりましたけれどもね、その後の登板もすんなりと0点で抑えて、さあ宮西攻撃で1点台をキープしています。母校の、ね、高校も甲子園ね、出場決まりまして、市立尼崎高校もね、甲子園のすぐ近くなんですけれども、本人も言っていましたが、甲子園には自転車で20分ほどで行けるんですけれども、はい、近くて遠い甲子園でしたけれども、後輩たちがやってくれましたと、ね、そんな話をしていました。市立尼崎高校から関西学院大学に行って、2007年の入団ですけれども、宮西、この時期になると本当に立山さん、こう甲子園を見に行ってもう一回初心に帰ろうというね、プロ野球選手も多いみたいですね。宮西も豪華に母校に贈り物を送りたいという景気のいい話をしていました。さあ、その宮西です。4番の内川からというオーダー。内川は先ほどヒットでつないだという、今日初ヒットを打っています。ここはね、はい、本来宮西投手は左キラーということでね、左バッター、専門ではありませんが、こういうところではね、もう右、内川、松田選手と続くところでもね、はい、もう出てくるところが、非常に信頼の高さですよね。打ち上げました、レフトの西川です。本人も立山さんと同じこと言ってるんですけども、立山さん、今季の被打率見ると実は右バッターの方が抑えているというね、対戦数も右バッターが多いんですけども、それだけやはり状態がいいということなんですかね。そうですね、右にも左にも打たれてないですよね、そうですよね、全部打たれてないんですけども、左バッターは1割5分、右バッターは1割1分に抑えているという今年の宮西です。悔しそうに内川はダグアウトに帰ってバッターン、バッターボックスは松田です。宮西投手も、非常に長い間投げてますから、そのどういうボールを投げればこのバッターは抑えれる、はい、そういうある程度ね、マウンドの上では感じてる、考えれてるんですよね、はい、ですからあとはもうそこに投げれるか、もうそれだけなんですよね。ストレートとスライダーのコンビネーション、ここに去年からシンカーが加わって一気に幅は広がったという宮西です。
さあ松田に対しては2球スライダー外れて2ボールなスイング。今度はコーナー決まってきます。何かフリズビーのように回り込んでくる宮西のスライダーです。まあ、これは バッティングカウントであったり、まあ、初球であったり、そういう時には打とうという気にはならないですよね、バッターは。バッティングカウント、これも同じようなボール、そのボールゾーンから入ってくるんで、一瞬反応が遅れるんですよね。ですから今松田選手は何か遅れたような空振りになりますから、ピッチャーから投じられているボールというよりも、何むしろファーストからこうボールが来ているような、角度でグラブにミットに入ってきます。2アンド2、スライダー外れます。同点の場面でセットアッパー宮西を投入。フルカウントです。全球スライダーできています。今度もスライダー、これだけ見ても、自分のスイングさせてもらえません、松田。まずこういう角度を、こういうボールを投げるピッチャーがその球界に少ないということでね、やっぱりこう対応しづらいと。ホークスにはね、森福投手などもいますけども、非常にこういう左のサイドスローですよね、はい、まあ、貴重ですよね。先日500試合登板も見事クリアしました宮西です。これはすくい上げられて、どうだ、これは切れていきました、ファウルボール、あの打球は気をつけたいですよ ね、右バッターの回し込むような、これも若干中に入ってきている分ね、はい、まあ、インコースに来すぎた分ファウルになったかなと。さあスライダー攻めにやっている松田ですけれども、ここまで7球すべてスライダー、次が8球目になります。フルカウント、外れてフォアボール、松田が粘り勝ち、ワンアウトからフォアボールを選んでいます。最後はシンカーなんですね、スライダーでしょうね、スライダーですかね、この完全変化球攻め、ストレートは1球も投げなかったという松田に対する配球。さあそして中村晃、今日は第1打席にチーム初ヒットを打ちましたが、その後は2打席凡退しています。左バッターに対しても変化球から入ってきます。どのバッターにも、そしてどのカウントからでも投げられるそのスライダー、まあ、まさに片山さんマネーピッチという ね、宮西投手はそれで生きている、一球でプロでやっています。これもそのスライダー、左バッターならばもう背中越しから来るような軌道になります。まあ、今のもベースの角をかすめるような、ね、スライダーですよね。ファーストランナーは松田です。松田は今シーズン
盗塁は4つ決めています。成功率は 40%。 2ボール1ストライク。中村に対してもこれ左バッター、先ほどの松田の状況とは違うんですけれども、それでもスライダーでね。4球目になります。外れて3-1。このカウントですけれども、まあ、宮西は普通にスライダーということになるんですかね。基本的に球種の少ないピッチャーで、左バッターに対してあまりシンカーは使いませんから、もうまっすぐスライダー、このまあ2分の1ですよね。2分の1ということですか、はい、今日で言うならほぼスライダーということになっていますが、どうでしょうか。一気にカウントです。やはりスライダーでストライク取れます。来ると分かっていても、一度自分の体の方にボールが来ますから、打者はちょっとね、こう開き加減になると、まあ左バッターですね。スライダーを5球続けています。次が6球目。これもスライダー、ファウルボールです。今のような完全にスライダーをマークして反対方向に打つようなファウルを見ると、はい、あのバッテリーはまっすぐ通るんじゃないかなという気にはなるんですよね。今のファウルを見て少しバッテリーも次の選択肢を考えられると、はい、もちろん中村選手もまっすぐに合わせながらスライダーをなんとか反対方向にという対応してますから、はい、100% スライダーというわけではありませんけども、まっすぐに対するケアは若干おろそかになるでしょうね。7球目、ランナースタートを切っていますが、ここはフォアボールになりました。2者連続のフォアボール。ワンアウトから2者連続のフォアボール、しかも全球スライダーでいっての2者連続フォアボールということになりました。ちょっとね、やっぱり嫌なフォアボールですよね。この終盤のフォアボール、まあ、どうせず1、2塁ですから。宮西も思わずテンポは仰ぎましたが、ここからまあ併殺もね取れるピッチャーではあるんですが、ワンアウトランナー1塁2塁でバッターボックス、7番の長谷川です。今日はセンター前ヒットが1本、3打数の1安打です。長谷川は宮西に対して過去3年では7打数の4安打。初球スライダー、まあ、長谷川選手も、はい、開かない左バッターですから、まあ、反対方向に、ね、しっかり打てるんで、まあ、そのあたりで、まあ、過去3年は宮西投手に、まあ、対応できているのかなと。やっぱり左対左で開いてしまう左バッターは左投手打てませんからね。されている左バッター並んでいます。ホークス守備打者の長谷川、今のもスライダー狙いで少しこうなんていうんですかね、少しこう開くような形で打ってはいましたけどね。狙っているかどうかはまあこれ分かりませんが、まあ、やっぱりね、角度ですよね、はい、本当に、まあ、一瞬自分の背中の方に来るようなところから曲がりますから、そこから曲がると分かっててもやっぱり反応してしまうんですよね。ネクストは今日ベンチスタートの吉村がスタンバイしています。ノーツー、ここで今日初めてのストレートとなりましたが、ちょっと地面の方を気にしているゾンビがある宮西です。あのスライダーを見せられてからのストレートはバッターだいぶ差し込まれると思いますけどね。今の1球を見るだけでも次の、まあ、スライダーなりストレートに
するのか。追い込んでいます宮西、レフト方向ファウルボール。今のようにストレートはああいう形のファウルになるでしょうね。振り遅れて今度は1点ストレートを2球続けました。2対2の同点です。8勝6敗1分け、ファイターズが2勝勝ち越しで迎えている今日の16回戦をお伝えしています。ボーダーラインピッチボールです。まあ、今の見逃し方見てもですね、あの若干かかと体重と、はい、まあ、でも収まっているところはもうアウトコースのフォースボールなんですよね。まあ、それだけ曲がっているということですよね。さあ2-2ピッチです。カナプリは取れたか、バット回っていません、セーフです。宮西も納得のいかない表情、栗山監督も納得のいかない表情にはなりましたが、バット振っていないという判定。さあ長谷川助かって、これでフルカウントになります。さて今日は村山、セカンド山地、ファースト柳田、ナコという用事で行われています。ワンアウトランナー一塁二塁、フルカウント、セカンドへの打球はダブルプレーには間に合いません。2アウト目を取りました。打球もあまり強くないのでね、ダブルプレーは少し厳しかったんですが、これでランナー両コーナーに残ります。3塁1塁、スライダーを打たせました。さあでここで吉井コーチが走ってマウンドに行きますが、どうなんですか、アウトも取って一塁三塁となったこの場面で吉井コーチ来られましたが、そうですね、まあ、代打吉井ビーブラ選手を来られましたから、まあ、そういった対策などですね。吉村も昨日は先発出場したんですが4打数の1安打、打点も上げています。5回に2対0の場面でね、吉村のタイムリーヒットで2対1としたという昨日のゲームでした。まあ、ここは、はい、吉村選手が出てきて、1、3塁ではありますがフォアボールを出してもね、まあ、満塁ですから、まあ、ここの次のバッター福田選手との兼ね合いなども考えて、で、ホークスベンチにあと誰が残っているのかですよね、代打で、そういったところ、まあ、川島選手も上がってきてますし、まあ、そういったいろんな選択肢を持って、吉井投手コーチはマウンドに行ったと思うんですよね。もう宮西投手クラスになるともう決断はベンチからもう任されると思うんですよね、はい、でどういう形で勝負したいかと。さあ右バッターの吉村です。次が左バッター9番の福田というオーダーですが、ツーアウトランナー1、3塁。今日はね、苦しんでいる一つの理由として今投げたスライダーがですね、右バッターにあまり決まってないんですよね。福田のスポットには、また川島選手ですね、準備が始まっています。ツーアウトです。やっとコーナーに決まりました。
まあ、まず今年あのアウトコースに決まるスライダーを手を出しているのは見たことないですね、あの右バッターが。まあ、それに手を出して打ち取られるということはしたくされたくないという心理からですか。あの、バッターがその有利なカウント、まあ、ボールをしっかり選んで打てるカウントであのボールには全く興味しませんからね。あれは追い込まれればもちろん手を出していくんですけども、はい、スライダー2球続いています。ワンアンドワン。このスライダーに手を出してきました。追い込まれています。吉村、ほとんどこの回はもうスライダー、まあ、本人の決め球、このオンパレードですね。オンパレードですね。ストレートは2球ぐらいですかね。先ほど投じた長谷川に投じた2球というところ、まあ、同じスライダーを投げるのでもね、多少腕の振りを変えたり、まあ、本人が細工している部分はあるかもわからないですけども、はい、ただ一貫してスライダーというのはもう確かですよね。絶対的な自信を持っています。初の200ホールドも達成している宮西です。ここはね、あの宮西投手今表情映ってましたけど一度も首を振ってませんよね、はい、もうサインが合わなくてもこう首を振らないということでっていうのもやっぱりね打者との駆け引きであると思うんですよね。なるほど、それはもうキャッチャーとしっかりと、まあ、コミュニケーションした上でやっているということですか。あえてこう、あのサインが出なかったら、首を振らなかったりすることはありますから ね、 なるほどね。今も決まらないんですが、首は一度も振らずと、そういうことなんですね。さあ、この辺りはねもう長く組んでいる2人です。大野と宮西、2対2の同点、昨日敗れて初戦を落としているファイターズです。バットの先、ファウルボール。まあ、右バッターに有効なシンカー、チェンジアップ系のボールですね。やっとその、はい、新たに加わった武器が、出だしましたけれども、まあ、こうなることで吉村選手は今のボールもしっかり、ね、頭に入れて、スイングしないといけないので今度はそのスライダーに対するケアがおろそかになると。まあ、非常に有効なあの1球を投げましたよね。ワンツーピッチ、これもなんとかついていきました。今のを同じボールですね、あのシンカーを2球続けましたね。でもう本当に最高の高さに投げてるんですけど、なんとかついてきてますから、目付けはだいぶ低いところにあると思うんですね。ストレートはまだ吉村に対しては投じていません。シンカーが2球続いています。ワンツーピッチ、これも、まあ、ボールゾーンの球には見えましたけれどね、吉村が振っています。追い込まれている吉村です。非常に見応えのある攻防ですね。あの追い込まれてからは非常に、宮西投手はしっかり、ね、コントロールできているんですけども、さすが吉村選手しっかりついてきているなという。ですから甘いゾーンに行くと今度は吉村選手がこうしっかりバットに当たる確率は高くなりますよね。まだピッチャーズカウントです。狙いつく吉村、これは打ち上がりました。ライトの岡掴んで3アウト。ワンアウトから2つのフォアボールを与えた宮西でしたが0点でしといています。8回の表終了、2対2の同点です。
10年目を迎えている森福正彦。さあこの辺りを、ま、打ち崩さないとファイターズも勝ちは見えてきません。さあでこの回から鶴岡に代わって細川がマスクをかぶっています。先ほど代打を送られた鶴岡に代わって、細川がこの回からマスクをかぶっています。森福と細川のバッテリーです。さあでバッターボックスは中島です。中島は今日3度目のアットバット。18打席ヒットが出ていません、中島。まあ、今日のラインナップで、ファイターズは左が4人、9番からいくとですね、はい、続くんですね、で4番からは右が続きますから、まあ、ここの継投というところでホークスはやっぱり森福投手は送りやすいですよね。まあ、あの理想はジグザグに打線を組むなんて言われますけれども、そのあたりはファイターズはあの右が並んで左が並ぶというオーダーになってますね。厳しいコースで追い込まれました。まあ、中島選手もそうですね、田中健介選手も、まあ、左を苦にしない左バッターですけども、ただやっぱりね、森福投手はやっぱり、ね、左のスペシャリストですから、そういう意味では、ね、ピッチャーの方に分があるっていうのは確かですね。ワンアンド中、近藤さん、はい、森福投手昨日誕生日で30歳になりました。大台に乗ったのでいい年にしたいと言っていました。森福も先ほどファイターズ出てきたこう宮西とこう似たようなタイプになるんですかね、はい、左のマスクサイド気味という ね、 そうですね、左バッターからは嫌な角度で、また森福投手も、ね、非常に曲がり幅の大きいスライダー投げますからね。防御率はここまで 1.29 という森福です。さあ次が大谷で4巡目に入るというファイターズ。3巡目でボックスを捉えて同点に追いついています。1226人の観衆が集まっています札幌ドームです。土曜日のナイトゲームをお伝えしています。さあこの回先頭バッターの中島、も粘ります。まあ、ですから中島もヒットは出ていないという話なんですけれども、まあ、昨日もフォアボールは選んでいましたし、こういった粘りもありましたね。はい、スライダーを3球続けました森下です。ツーピッチ、スライダーからストレートに切り替えてきましたが、中島も対応しています。中島拓也ファン、ショートの守備とファウル数は12球団ナンバーワンだ。中島粘って次が9球目になります。わかりません。
際どいコースでした。さあモニフクズーズーピッチになります。ファウルボール。粘って今のが10球目ということになりましたけれども、もうあれですね、我々も見守るしかないですよね、ここのとりあえずもう頑張ってくれと思わざるを得ません、はい、もう投球数がね、森福最初のバッターですけれども、もう10球目になりました、ね、もう本当に追い込まれてからはね、どうなんて思わずにね、なんとかファールで粘って2-2、3-2というカウントを作っていくと、それしかないですからね、長嶋選手の時に話すことは。まあしかし最後はバット空を切りました。11球目でなんとか森福カウントに来ています。長嶋さん自身倒れてバットです。さあ大谷翔平を迎えようという札幌ドーム、11球目に倒れています。さあ4巡目に入ってバッターボックス、今日は今シーズン2試合目の1番での起用、大谷翔平です。まだヒットはありません。初球フルスイングは空振りです。戦では今シーズン4割3分8厘打っています。よくってボール。昨日キャリアハイを更新するシーズン12本目のホームランを打った大谷。外いっぱい。1番で大谷を起用してきた栗山監督。ワンツーピッチです。ファウルゾーン、松田が掴みます。ツーアウト。中島、大谷倒れてツーアウト、ツーダウンです。ファウルゾーンで松田が掴んでいます。しっかりと腕が触れてるからこそこう泳がされるんですね、これ、はい、大谷がダグアウトの奥に入っていきましたが、これで2アウトです。最後はスライダーでサードファウルフライに倒れています。さあ2アウトランナーありません。でバッター2番の西川春樹です。対戦が続いているマウンド上、森福です。スライダー2球外れています。今度は決まる。今日の時点で打率トップ10まで上がってきました西川です。4球目、今度はストレート、コーナーに決まっています。
あの森福投手もカウントを悪くしても、はい、コーナーでこのように、ね、平行カウントまで持っていきますから、まあ、そのあたりがねやっぱりいい成績が残っているピッチャーというところですよね。まあ、ボールが先行しても、まあ、ストライクを取れるボールを持っているというね、はい、さあで2-2ピッチです。腕で行けます。さあ西川も粘りは見せています。ツーツーピッチです。見逃しの三振、最後はバットが出ませんでした西川です。森福が出てきてファイターズ左バッターをワンツースリーに切っています。8回まで終わって2対2の同点です。この回はラストバッターの福田との対戦からということになります。今シーズン41試合目の登板です。マーティもすっかりとこうクローザーに定着した感は出てますけれども、本当に役割が増えれば増えるほど安定感も増している、そんな印象のマーティです。そうですね、最後投げるピッチャーにおいて、はい、まずフォアボールが少ないということと、ホームランが少ないというのはね、これは本当にベンチからすると安心感を与えてくれますよね。今日はこのマーティンもオールスターに出場しましたので、工藤監督のもとに試合前は挨拶に伺っていました。さあ、ね、バッターボックスは福田です。福田は今日3打数ノーヒット。初球打ち、ファースト中田翔がしっかりとジャンプ積んでいます。バッター強い打球でしたが、頭がしっかり処理しました。福田も初球の変化球、カーブでしょうか、スライダーですかね、カーブでしょうかね、スライダーですかね、スライダーですかね、ちょっとアクシデントですか、ちょっと、おっと今マーティンと中田翔が接触した時ですか、接触した時じゃないでしょうね、多分投げた時でしょうね、となるとオールスターの時の爪でしょうか、オールスターの時もちょっと指を気にしている様子ですかね。マーティンはカットボールをよく投げるんですが、爪がちょっと顔しかめている様子もあるマーティンでもありますが、大丈夫でしょうか。スライダーを、ね、投げた後ですね、マーティンは大丈夫宣言です。タフな一面を見せています。接触ではないですね、大丈夫ですね、まあ、ただ仕草を見てるとすごく気になってそうなので、まあ、そのピッチャーはですね、その痛いところなど気にして投げると必ずボールに現れますんで、これまあ分かりやすいんですよね。今日マルチヒットの明石は最初は揺さぶりのバントの構え、ワンアウトでランナーありません。ただ今球速がね、しっかり152キロ出てましたから、まあ、全力で投げれるほどの、まあ、違和感ですね、はい、かなと思うんですけど、これもレフト前へと落ちます。ワンアウトランナー一塁、明石猛打賞になりました。今シーズン初の猛打賞です。昨日は今シーズン初のマルチ、今日は3安打猛打賞です。スライダーは結構甘く入ってますね、カットボールですね、まあ、マーティン投手が強いてね、
課題というか挙げるとすれば走者大池のピッチング、まあ、クイックですよね。このあたり明石選手も走力ありますから。さあ明石が塁上バッターボックスは2番の今宮が入ります。ワンアウトランナー1塁。ランナースタートを切っています。これは盗塁成功。明石の盗塁決まっています。まあ、マーティン塁上ですから、まあ、大野もね嬉しい状況ではあるんですけれども、あっさりとセカンドを奪われました。ワンアウトランナー二塁です。さあこれでランナー得点圏に進んでバッターボックス今宮。ワンボールナッシングです。外のカットボールストライク入っています。まあ、今日少しアンパイアがですね、はい、右打者のアウトコース、はい、まあ、全体的にですね、広めなんですよね。右打者のアウトコースは広めですか。はい、ですからカットボールを投げるピッチャー非常にこうベース板を大きく使えますから、そこはねしっかり有効利用したいですよね。球威はあります。157キロ。今は逆球ですね、はい、アウトコース狙ったボールがインコース、まあ、今日何度も言いましたけども、いいピッチャーはその逆球になっても非常にバッターの嫌なところに行ってしまうと。今のもインコースね、はい、嫌なところですもんね。今は今宮選手がインコース攻めてきているなと、まあ、感じてしまいますから、結果的にはすごくいい逆球になりましたよね、はい、さあ追い込んだマーティンと大野のバッテリー、ワンツー、空振り三振。最後もストレート角度がありました。低めに決まっています。空振りの三振、今宮倒れてこれでツーアウト。さあツーアウト目を取ったクリス・マーティンです。さあそしてバッターボックスは3番柳田です。もう外野手が本当に前に来てますから、打球を上げられない投球をしたいですね。初球打ち高いバウンド、田中健介一塁送球、間に合ってスリーアウト。マーティンランナー得点圏に進まれましたけれども0点に抑えています。8球で0点。9回の表を終了、2対2のままファイターズ9回の裏の攻撃に入ります。マーティンが同点の9回に出てきて、まあ、ワンアウトを取った後少し指の異変を訴えたんですが、そのまま続投しまして同点。3番の田中健介からというオーダーです。今日はまだノーヒット。マウンド上はイニングまたぎで森福。外のボールストレート入っています。ホークスがヒット8本で2点、ファイターズはヒット3本で2点という、効率のいい点の取り方をしましたファイターズです。
2球でワンアンドワン。ファウルボールです。今のも、はい、逆球なんですが、非常にバッターからすれば厳しいところに出ると、コースでした。さあ追い込まれました田中です。ワンツーピッチ、ファウルボール。なんとかこの左ピッチャー森福からヒットで出塁したい左バッターの田中健介。追い込んでいる森福です。ストレートを続けています。これはファウルボール。途中出場の細川、8回の裏からマスクをかぶっています。今も甘い、ね、スライダーなんですけども、はい、森福投手しっかり、ね、腕が振れてるんで、やっぱりずれますねバッターがね。あれが腕が振れてないとバッターはコンタクトしやすいんですけどね。田中に対して6球目になります。ゴルフ君セカンド明石一塁送球間に合っています。ワンダウン。健介セカンドゴロ、今日は4打席ノーヒットというここまでです。さあでここで工藤監督が出てきました。次は右バッターが続くというファイターズのオーダー。5人右バッターが続くという中で、ここはピッチャー交代ということになります。まああの五十嵐もいますし、まあ、当然クローザーサファテも、まあ、まだリードはしていませんけれども控えています。さらにまあスワレス、スワレスで昨日は投げていますが、五十嵐がどうやら送られたようです。さあ16年目北海道出身の五十嵐亮太が出てまいりました。五十嵐は今シーズンこれが17試合目の登板です。ここまで6ホールの勝ち負けはまだついていません。さあランナー出せない状態でね、このまた五十嵐が出てきたというところではありますけれども、まあ、五十嵐はねあのナックルカーブの使い手として、右ピッチャーとしてしっかりとアウトを取ってこれるピッチャーですけれども、ファイターズのオーダーは中田陽レアというところですよね。中田に関しては先ほどあの、ね、レフトベース直撃の鋭い打球のシングルヒットありましたけれども、はい、まあ、ピッチャー変わりましたんでね。そうですね、五十嵐投手どちらかというと力勝負ですから、まあ、そういったところで4番の、ね、やっぱり中田選手、今日は再三言ってますけども、その力勝負に負けない、ね、打撃を見たいですよね。さあ中田翔が五十嵐との対戦に向けて集中力を高めています。五十嵐はファイター戦で登板するのは今日が3試合目ということになります。まだファイター戦では今シーズン失点がありません。札幌ドームでも今シーズン初登板の五十嵐です。さあ中田翔がアクトバット。
ワンアウトでランナーありません。中田翔には初球ボール。打ち上げました。これは切れていきますか。切れました。ファウルボールです。ファウルボールにご注意ください。下のゾーンより少し低めにボールが来るとチャンスボールになりますね。中田翔には今日はあまり打てるような甘いボールというのはそれほど来てませんか。そうですね、鶴岡選手の配球も良かった点はありますけども、これは浮いてボール。ツーアウト満です。今の五十嵐投手はクイックで投げましたけども、ランナーいない時でもこうクイックで投げたり足を上げて投げたりと、非常にバッターとすればタイミング取りづらい。特に中田選手は足を大きく上げて打ちますから、そのあたりはね、非常に有効なクイックモーションですよね、はい。ヒッティングカウント、150キロストレート、これでカウント10-2、戻されました。まあ、チャンスボールではありましたよね。本人も悔しがっていますけども、ワンアウトランナーありません。五十嵐に対してはこれまで7打数の1安打という中田翔です。なんとか我慢しました。これは価値あるストップ。さあフルカウント、まあ、よく止まりましたね。振りに行って止まったという中田翔でした。さあフォークボールをうまく見送ってフルカウントになります。ここは一度プレートを外します。見送ってフォアボールを選びました。ワンアウトからのランナーです。いや、中田翔がきっちり選んで、さあサヨナラのランナーが出ました。まあ、3-2なんでね、手を出しがちですけども、まあ、この場面は非常に見極めができた打席でしたよね。今度は走ることです。盗塁という意味ではありませんよ、はいはい。まあ、しっかりね、塁上にいるんで、まあ、本当に走塁ということにね、はい、しっかり集中してというところですね。ワンアウトランナー一塁で、今日ノーヒットの陽大館です。バット出ています。今日は冒頭、ね、高梨の先発ゲームでは陽大館がよくね、打点を上げるとをしましたが、高梨がマウンドに上がっているときはこの援護はありませんでした。さあ、しかしその高梨の負けは既に消えています。2点差を追いついたファイターズ、9回の裏の攻撃です。静岡ではキャリア初のサヨナラヒットを打ちました陽大館。
球、これがファウルになっています。まあ、今走者いる場面ですからもちろんクイックで投げるんですけども、五十嵐投手のクイックモーション非常に速いんですよね。ですから先ほども言いましたけど、楊選手も左足を高く上げてタイミングを取りますから差し込まれるんですよね。楊は五十嵐に対しては過去3年8打数の1安打1割2分5厘です。ノーツー、手が出ません。ストレート、ジャスト抜き、まあ、今意図して投げたかどうか分かりませんけども、アウトコースのボールゾーンからシュート回転して中に入ってきているんですね。これはまたちょっと手が出ない状況でしたね。両大間倒れてツーアウト。さあ、今シーズン2本のサヨナラホームランも打っているレアード登場です。レアードは今日3打席ノーヒット。まずは初球外れています。7月10日の札幌ドームロッテ戦で見事ロッテ木村からサヨナラホームランを打っています。その前は6月の10日同じく札幌ドームで阪神戦でした。サヨナラのランナーをファーストに置いてワンボールナッシング。ストレート150キロ振らなかったですね。で出ませんね。まあ、ちょっとね今日、はい、振りに行くこともレアード選手少ないんですよね。ストレート2球でワンアウトです。外外れます。153キロヒッティングカウントです。3球ストレートを続けている五十嵐。ここでナックルカーブ、このナックルカーブは当然マークしながらのアットバットですけども、レアードも思わず、まあ、やそうですね、まあ真ん中のボール見逃してボールゾーン振ってしまいましたからね、はい、苦笑いというところですね。さあ伝家の冒頭出ました。カウントを戻して11。もう一球、今度はレアードバット止めています。これでスタートが切れるカウントになりました。はい、大きいですね。スリスリになったということは、まあ、長打があればあわやさよならと思うので、はい、というぐらいの期待も高まってまいりました。ボール、打球ちょっと強い打球が当たりました。大丈夫でしょうか。レアードです。痛みが残ります。まだガードの上でしたので、直接的なダメージではないんですが、トレーナーが一度様子を見に行きます。これはもうガードがなかったら大変なことになりますからね。今年はあの大谷選手がね、ガードをもっと大きくしろなんていうね、栗山監督から
まあ、注意を受けました。自宅球を当ててヒヤッとするシーンがありましたけれども、レアードもつけてはいますけれども、ツーアウトランナー一塁。フルカウントです。ランナースタートを切りましたが外れてフォアボール、2つのフォアボールでランナー一塁二塁。さあ中田翔が得点圏に進んでいます。で今日唯一打点を挙げている岡が回ってきましたね。立山さん、今日は岡の日なんですかね。今日はチーム初ヒットも岡、そしてタイムリーヒットを唯一打ってるのも岡、これが同点タイムリーでした。唯一のマルチヒットを打ってるのも岡だけですもんね。そういうことですよね。岡弘美、思わず塁上でガッツポーズが大きく出たというシーンでした。近藤さん、はい、どうぞ。そのタイムリーについて、チャンスで回ってきたのでここしかないと思って気持ちで打ちました。積極的に打ちに行こうと思ってました。まだ同点なのでこの後も頑張りますということでした。今シーズン10試合目のマルチヒットということになった今日のゲームです。さあ猛打賞にしたい岡、昨日敗れて1ヶ月半ぶりの連敗を喫したというゲームになりました。敗れるとシーズンワーストタイの3連敗になってしまいます。初球外れています。おっと外れてランナーは動けず、なんとか細川前でボールを処理しています。外野も立山さんだいぶ前に上がっていましたね。もうこれは当然ですね。まあ、ただ岡は長打力もある選手。岡は7月の27日、西武ツインズドームでポーリーノから今シーズン第2号を打っています。外れてツーボール。カットボール系のボールが2球外れています。ツーボールナッシング、スリーボール、ストレートも高めに外れます。まあね、まだここ矢野選手もね、はい、ファイターズは残してますから、代打の君が矢野は残っています。延長戦に入ると勝ちパターンのピッチャーはほぼ使っているファイターズです。スリーボールナッシング、ここで1球ストライク入ります。そうですね、そういうリリーフを使っているという意味でもファイターズはこの回で、ね、決めないと、はい、なかなか苦しくなってくる。まあ、鍵谷投手も、ね、非常に調子いいですから。ただホークスの方はブルペン勝負になってくるとまだ豊富に残ってますからね、ピッチャーが。2球戦になると経験値ではホークスが増します。さあさよならを願うファイターズサイト、ヒッティングカウントです。ストレートが2球続いています。んこれはショート今宮、セカンド送球間に合いません。ランナーはスタートを切れません。サードストップ。今のはまあ今宮もギリギリのプレー。そうですね、記録はヒットになりました。
タイミングからすればアウトだったんですけど、はい、送球がねそれ多分ですね。中田翔はまあ今のはまあ当然無理はできないというところですか。そうですね、ライトの福田選手も、はい、すぐにバックアップにね回ってましたから。そうですね、はい。さあ岡がつなぎました。さあそして代打の切り札矢野がコールされました。札幌ドームです。代打矢野がコールされると大きな声援に包まれました。さあ今日もこの1打席にかけて試合前もずっと集中して練習を行っていました矢野選手です。まあ、ここ矢野選手もってこいな場面なのはしっかりね選球眼よくボール球を選べるバッターですから、押し出しもありますからね。この押し出しでいうと7月23日、ね、あのディクソンのナックルカーブをねうまく見極めて、そしてねフォアボールで打点を稼いで、その後逆転勝利を呼び込んだ矢野です。ただ基本的に押し出しを狙いに行くわけではありませんから、打ちに来ているわけなので、甘いボールが来ればあの積極的に初球から行くと思いますね。さあ矢野ツーアウト満塁。初球ここに手を出してきませんでした。このタイミング合わないですね。このクイック、はい、スーパークイックと我々言うんですけども、クイックよりも1段階速いですから、そのバッターはタイミング差し込まれるんですね。矢野も数少ないその球数でね、それにタイミングを合わせていかなければいけません。ノーワンファウルボールで追い込まれます。大野に変えて代打矢野、勝負の一手を打ってきました栗山監督です。ストレート2球で追い込んでいます。1球外してワンツー。満塁ですから今外に1球外しましたけども、どちらかというとすぐに勝負に行った方が良かったんじゃないかなという気にはなりましたけどね。3球ともストレート、ワンツーピッチです。このキャンパスを踏んでゲームセット。いや最後はナックルカーブで行こうとしたんですか、バッテリーは。そうなんですね、しかも先ほど言ったスーパークイックで来たので、はい、その分腕が遅れて間に合わなかったですよね。なるほど。いやここは勝負の一手、さすがは矢野、結果を残しました。いや苦しい戦いではありましたが、なんとかファイターズ勝利をもぎ取りました。これでカード1勝1敗となっています。いや今日も立山さん高まってまいりましたが、さあ何を語ってくれるんでしょうか。それでは聞いてみましょう。札幌ドームへお越しのファイターズファンの皆さん、テレビラジオの前の皆さん、お待たせしました、ヒーローインタビューです。今日は2人のヒーローにお越しいただきました、岡大海選手、矢野健二選手です。まずは起死回生の同点のタイムリーヒット、岡大海選手にお話を伺っていきましょう。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。
7回2アウト2、3塁の場面でしたけれども、どんな気持ちで打席に向かったんでしょうか。そうですね、チームの皆さんが、チャンスでつないでくれたので、このチャンスをなんとか生かしたいなという気持ちで打席に立ちました。打った瞬間というのはどんな感触だったんでしょうか。そうですね、打球としてはあんまり良くないんですだったんですけど、抜けてくれという気持ちで走ってました。チームメート もうベンチを飛び出して喜びを爆発させていましたね。そうですね、皆さん本当迎えてくれたのですごく嬉しかったです。直前の守備ではもう心震わせる西川選手のファインプレーもありましたけれども、どのようにご覧になっていましたか。そうですね、誰がどう見ても今日の試合は負けられない試合だったので、もうみんな一生懸命やって、それがいい結果につながったかなと思います。ああいうふうに全員で守った後にこう巡ってきたチャンスでしたよね。そうですね、やっぱりファイターズらしく守備からリズムができたのかなと思います。そして矢野選手にお話を伺いましょう。さよならのデッドボール、矢野健二選手です。ありがとうございます。9回2アウト満塁の場面でしたけれども、はい、どんな思いで打席に立ってたんでしょうか。いや、もう簡単に2ストライクポンポンってなっちゃったんで、どうしようと思ってましたけど、はい、当たった瞬間というのはいかがでしたか。当たった瞬間、あのベンチ見たらですね、ケンスケがもうめちゃくちゃ笑ってたんで、あの僕も連れて、はい、ガッツポーズしました。ガッツポーズが本当に飛び出しましたよね。はい、はい、恥ずかしいですけど、はい。痛くなかったですか。いや、もう痛いですよね、体張りました、はい。今日は本当に息詰まる投手戦で、千賀投手の言葉で我慢の時間も続きましたよね。どのように試合をご覧になったんでしょうか。はい、僕はあのベンチからだったんですけども、相手もすごくいいピッチャーなんですけども、全員で攻撃して、全員で諦めないで攻撃して、で守る方もしっかり、守る方も走る方もファイターズらしく、食いついてやってたのを見て、僕も自分の番が回ってきたら絶対続こうと思ってました。本当に昨日は悔しい気持ちもチームとしてあったと思いますけれども。そうですね、はい、はい、まあ、形は何であれ本当に良かったです、はい。本当に6週連続6連戦に突入してですね、疲れも本当にあると思いますけれども、これからどうやって乗り切っていきたいですか。はい、各自が、コンディションを整えるための調整というのは各自に、任せられているので、そこはみんな各自分かっていると思うので、しっかりコンディションを整えて毎試合臨みたいと思います。岡選手もいかがでしょうか。そうですね、明日の試合絶対勝って勝ち越したいので、皆さん応援よろしくお願いします。それではですね、お二人にマイクを渡しますので、ファンの皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。ということで、最後はね、決まり文句出ました。ごちそうさまでした。さあ、ということで、さあ、インタビューの後は恒例となりましたけれども、ヒーローによる自撮り写真の撮影です。こちらの写真は放送席に届き次第、視聴者の皆様にも披露させていただきます。まあ、矢野選手に促されるようにね、岡選手も、はい、夢を言えという感じでね。幸せも全てマイクが拾っているというね。はい、ね、まあしかしね、チームの状態も、まあ、連敗は2でストップということで、これ3連敗しているので、何かこう雰囲気もずるずるっといきそうな雰囲気ではありましたけども、このサヨナラ勝利で、また何かで、ね、明日の第3戦にハッピーがつきそうな勝利になりましたね。そうですね、まあ、昨年までは初戦ホークス。さあ、それではですね、今日のゲームをハイライトで振り返っていきましょう。
今日は高梨と千賀という好調なピッチャー同士のマッチアップ。まずは高梨の立ち上がりですが、ツーアウトからフォアボールを与えて4番の内川を迎えましたが、ここは内川を三振に切りまして0点で立ち上がります。で、対する千賀は初回そして2回は三者凡退に切って、3回に7番の岡に初ヒットを許します。岡はチーム初ヒット。で、その後ツーアウトランナー二塁とチャンス広げて1番大谷でしたが、ここは空振りの三振、得点にはなりません。両軍なかなか点が入らないまま5回の表でした。ノーアウトランナー一塁で鶴岡がツーストライク追い込まれてからバスターできたんですが、ここは4-6-3の併殺、ホークス絶好で結局この回0点でした。で、6回の表ホークス先制のシーンです。ワンアウト満塁となります。先頭明石がヒット、柳田デッドボール、さらには内川のヒットでつないで松田でした。松田の先制のタイムリーヒット、これで均衡を破れて1対0です。さらにワンアウト満塁続くんですが、ここで2人目のピッチャー石井に切り替えます。で、6番の中村がセカンドゴロ、併殺崩れの間にもう1点入って2対0。今日は、昨日とは反対、ホークスが2点を先制する形になりました。しかし7回の裏、ファイターズは4番中田翔がライトフェンス直撃のヒット、もう少し、角度があればレフトスタンド突き刺すかという鋭い打球でしたが、ここはロングシングルになりました。結局これがチーム2本目のヒット。さらにその後、デッドボールもあり、ランナー、チャンス得点圏に進めて7番の岡が2点タイムリーで同点とします。2対2の同点、試合は振り出しに戻って終盤8回からということになりました。で、8回表裏両軍無得点で、9回の裏でした。ツーアウトランナー1塁2塁と五十嵐からチャンスを作って7番の岡、これがショート内野安打、今宮の送球それるんですが、ここは福田がしっかりカバーしていましたのでサードで中田翔ストップで、8番大野のスポットに代打矢野、その矢野がさよならの押し出しデッドボール、五十嵐が今季初黒星を喫し、マーティンが勝利投手となっています。ということで、今日は1点差ゲームを勝利したということになりましたけれども、立山さん、今シーズン22度目の逆転勝利ということになりましたけど、ファイターズ